始まりました。カツ弁シネマクラブ。この番組の演習を務めます。映画評論家の森直人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、では、今回のゲストをご紹介いたしましょう、えー。私も待ちに待っておりました。ラブライフの深田浩二監督です。どうもよろしくお願いします。<laughs> どうも。いやようやくお話できる。ああ、いえいいい。でもご無沙汰してます。ご無沙汰しております、はいえー。今日はありがとうございます。ああ、いえいえいえ。 えー、そう、あの、当番組で言いますと、深田監督は、あの、横顔、本気の印に続き、はい、え3度目のことをしようということで。はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。でも、あの、お話させてもらったらそれこそ本気の印で、はい、で、ここでっていう気がしますよね、前。そうですね。で、ラブライフなんですけども、あの、はい、早速本題に入ってよろしいですか。あはい、お願いします。<laughs> 素晴らしかった。 ありがとうございます。今日付けです。本当に素晴らしいし、個人的にも大好きで、何よりあのめちゃくちゃ面白かったです。そう言ってもらえると。そう。なんかね、面白かったんですよね。あの本当怒涛の展開。しかもそのなんいう、悲劇と喜劇、あの深刻さと大らかさの振幅が。はい。尋常ではないっていう。はい。そうですね。そこ。結構。あの。 海外の映画祭で外みたいな人多分今までで一番最多じゃないかってぐらいに千本ドックにように来てきたんですけどやっぱりそこを指摘する方まあそこ面白がってもらえたのか戸惑われたのかわからないんですけどその結構悲劇的な要素と景劇的な要素が合間だざってるのはこれはその意図はなんだみたいなことはかましたねでもこれはかなり攻めの部分であって僕はめちゃくちゃ好きなんですけども確かにここまで広いと戸惑う方もいらっしゃるでしょうね。 そうだと思います。<ー>でもそこはやっぱり海外の劇場で見る面白さというのは、うん、例えばそのトロント国体画祭なんか、もうお客さんと一緒に見たんですけど、うん やっぱり最後の結構ある大きな転換がある部分が結構ちゃぶ台ひっくり返すような展開で結構笑いが起きるんですよね。でももしかしたらシリアスな話だと思って見ているお客さん、うん、比較的にもしは日本の方でもそういう人多いのかもしれないんですけど、うん、これあ笑っていいのこれは <laughs> どっちなんだろうみたいな。いやこっちとしてはもう笑ってくださいって感じなんですけど。でもまさにその辺一つ、魅力、はい、大きな魅力だと思う。だからちょっとと比喩的に言うと 本当ベルイマンもあれば、ルノワールもあるみたいな、うん、そういう映画のような気がします。すまね、素晴らしい放送、放者みたいな。ありがとうございます。すごいですよ。あと、これは僕の勝手な認識なんですけども、はい、これなんかの僕は深田監督の陳入者シリーズの、はい、<laughs> 一つの集大成といっても過言ではないのかっていう印象も抱いております。はいはい、はい。ちょっとその辺も、 あの深くお聞きしていきたいなと、はい、思っております。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。で、ちょっとその細かい部分からいきたいんですけどもまずそのいろんなところでも語られてますけどね、この作品の企画といいますか、その構想の端緒はずいぶん前で、はい、あの二十歳の時にその映画美学校の講義時に勧められて聞いた矢野あ子さんのラブライフ。はい はえこの映画にも実際使われている名曲にインスパイアされたものであると。これはそれでよろしいですかね。そうですね。あのもう本当にそのままです。はい。でこのラブライフはあのまあ1991年の透明アルバムの中の曲なんですけども、だからあのあれだリアルタイムでは全然ないってことですよね。そうですね。あのいや全然リアルタイムではなくて、十十歳とかそれぐらい。多分もう自分の世代でも多分柳川さんってちょっと一つ上の世代っていうような。 の,あの歌手というイメージだったと思うんですけどただそもそもそういったイメージもなくてあの結構10代の時はまあ10代っていうこともあってなんか変な妙な流行っている j p o p というか日本の。うん ポップスに対する反発みたいなって全然聞もうんか恋愛んか浮ついた恋愛ソロばっかりみたいなイメージがあって小学校の半ばまで光源氏にハマっててそれ以降全く聞かなくなっちゃったっていう全然それうなんですよ。ていうような形だったんでそれでただ勧められて矢野脇こさんの歌聞いてみたらまあ驚いてまあもちろん矢野脇こさんもやっぱりすごく恋愛をたくさん歌ってるし愛についても歌ってるんですけど。 なんかやっぱり、まあ、これも、ね、一面的な偏見でそうじゃないのもたくさんあるんですけど、うん、やっぱりあの流行している、あのー、日本のポップスが比較的なんか恋愛に対してものすごく肯定感が強いというか、うん、その恋愛至上主義というか、うん、恋愛があれば OK なのかみたいな感じの印象 <laughs>、まあ、印象ですよ。ね、そうじゃないのもたくさんありますよ<笑><笑>あるんだけど柳スさんのやっぱりそこに対する非常にシビアな視点、うん、もちろん,なんか柳スさんというとこの本和歌としてイメージがあってなんか見た感想の中でも。 なんか柳奥さ,さんの歌を別にしてるんだったらもうちょっと明るくてもよかったんじゃないかっていうような意見もあったんですけど<ー>いやいや「ラブラーヘル」っていう歌を聴けば全然その明るいだけの歌じゃないっていうし全然そんな明るいだけの近い感じじゃないんだけど、ね、柳奥さんはっていうようなやっぱりそこがすごく惹かれたところですねあの声質の印象ってことなのかもしれないですよね、はい、そのなんわか、はい、明るいっていうかでもこうレイヤーがやっぱりあって奥に入っていくのはそれこそシニカルなシビアですよ、はい、非常に。 ちなみになんですけども、あのそのアルバムが出た翌年に、あのスーパーフォークソングっていうあのペ、はい、アノのあの弾き語りのアルバムとドキュメンタリー映画があったのとご存知ですか？はい、見てます見てます。え感動でました。さすがはい、うん。あれも名作ですよね。<laughs> いやあれも本当に緊張感が素晴らしかったですね。本当に。 で、その、えー、二十歳ぐらいっていうと、まさに本気の印のあの、星里もちる先生の原作を読まれた頃でしょ。はい、そうなんですよ。<う>だから、今回<う>、本気の印の後に今回、ラブラフの作品で、うん、取材とかで結構、デジャブのような同じことを話していて、二十、うん、<laughs> 歳頃に読んで、それでずっとやりたいと思っていて、実現しましたっていう中でほぼ同じですね。うん、ねはい。だから、 内容もね結構近いっちゃ近いと思う、はい。あ、でもちょっと重なってるところありますね、うん、やっぱり。あの、はい、それをここれからいろいろお聞きしたい部分なんですけど、はい、ちなみに艦隊とかもこの頃の構想でした。いやえっ、ー、と艦隊はまたちょっとね特殊な経緯を経て,ていて、か比較自分の中での20代の時に取りたいと思っていた、うん。 三大企画がそのラブライフと本気で知る人、うん、あとフチに立つなんですね。あ、そうかそうか。フチに立つの方が。そうフチに立つがずっとやりたくて、だただフチに立つがやっぱりすぐになかなかできないということで、そう,そう,そうパイロット版みたいな形で艦隊っていうのを作ったそ。そう,そうなんです。思いやしました <laughs> そ。そうなんです。実は。じゃあその三つをこうパッともう。はい ついに全部出しちゃったもうこれからどうしようっていやでもそれも非常に面白くてなんかやっぱりそのさっき言った「侵入者シリーズ集大成」の感じでそことも関係あるのかなというふうに思っております。で最初のシノプシスを書かれたのって23歳の時とある記事で読んだんですけど実はそこ記憶曖昧で23歳ぐらいの時にはもう書いていったのは間違いなくてでその時にあのえっと。 ちちょっっとこれ裏裏話話な,になっちゃうんですすお願いしま覚えてるのはちょうど美学校出てから何年か経った時に、うん、なんか美学校の,あの修了生のプロデューサー志望の人がいて、うん、でその人がなんか声かかったんですね、うん、でなんか東京ティアトルのすごいプロデューサーの方に、うん、その若手監督を何人か集めて何人八人らい集めて、うん、企画をプレゼンできるチャンスができたから、うん、ちょっとなんか交渉したら OK が出てできたから何か出さないか持ってこないかって言われて。うん その時にあの持ってたら持ってたらこのラブライフなんですよ。<ー>そのその時の東京手当のプロデューサーさんというのは、はい、あのえっ、ー、と今小説のカレッジで榎本のりおさんっていうあ榎本さんかそうな,なるほど。ほどとあとなんか西川さんが西川さんその横に座ってたんですけどその二人だったんですよ。<laughs> で西川さんも、うん、あのその時にまあ出したのがそのラブライフのまだぜん話は全部できてなかったんですけど、うん、骨格となる話を持ってきていて、うん、いラブライフというタイトルで。 タイトルもそうだもんな、うんで、それで持っていったらその時榎本さんからすごいなんか気に入ってもらえて、うん、よく覚えてるのは、これをちゃんと撮れればその海外の映画祭に行けるよっていうことをあ実現してるそうなんですよその時まだ自分23 <laughs> それが多分23か24ぐらいだったはずなんでんまあその頃には書いていたということで23って言ってるんですけど実はだからまあそれが結構自分にとっては多分この企画をずっと持ち続ける。 まあ、モチベーションに一つのもなっていたので、うん、あのスペシャルサンクスで榎本さんのる <laughs> ちょっと入れて,てもらってもか。ってんですけど榎本徳栄子さんのその一言が、はい、でもここまで,でそうですね,すですねまあまあ諦めずに何とかもう続けてやっぱりその一言って大きいですよね、はい、でもね。はいうん、でそれがそのえその「時の,しのぶし」って今の完成形にかなり近い、はい、えー、っと近いんですけど実はまだ半分ぐらいだったんですね。あのえっと、まあのま去年もうネタバレ OK ということで話してしまうんですけど、はい、その時に書いていたのはえー、っとその「 幼いい子供がいる5歳ぐらいの子供がいる夫婦がいて、うん、でその子供が不慮の事故で亡くなってしまうで、まあ、夫婦は悲しみをその悲しみにくれるわけだけど実はその子供は母親の連れ子で、うん、その夫の方は1年ぐらいしか一緒に暮らした時間がなくて、うんまあ、悲しいことは悲しいんだけどでも過ごしていた時間があまりにも違うことで、うん、なんか同じ悲しみを共有できてないように思えてしまうという。 間に溝が広がっていく中で亡くなっていた子供の父親失踪した父親が、うん、その戻ってきてしまって、うん、それでその元の父親失踪した父親と奥さんの,あの妻の方は悲しみを共有できたように思えてしまったことで三角関係が始まるっていうような,なでよ、うん。でもほぼじゃあ真ん中までそ<う>真ん中過ぎぐらいまで。そうなんです。そこそこここままでで同じたただの三角関係がが始まっっっ後どううなるっていうことがずっとず 決められてなくてただラストシーンは実はずっと決めていてそうなんですよラストシーンはもう決まっていてそのいろいろんだかんだ,って,んだ,かんだってなんだかんだのところはもうあとで考えたんですけどなんだかんだってその妻は一度その前の夫と共に一回出てくるんだけど戻ってきてそのでそれは,妻はがその部屋を出て行って住んでいたマンションの部屋を出て行って誰も,なくな誰もいなくなった部屋に柳岡さんのラブライフが流れ始めるえ。もうできてる ただ変わったところは前のその時で考えていたらもうその妻はもう離婚することを決めていわば一人で前の夫とも今の夫とも別れて一人で生きていくことを決めて部屋を出ていくっていうようなあの流れで多分その当時あのイプセンの人形の家にすごい影響をきいていてまあ今でもものすごい好きなんですけどそれでもうとにかく一人で部屋を家を出ていくっていうようなイメージであの考えそこにラブライフを流れ始めるっていうようなイメージだったんですけどそこがいろいろとその後を変えていくうちに今の。 ほぼ同じなんだけどちょっと違うっていう,うあの結末になったっていう感じですね矢野く歩ラブラフ一セ戦人形の家、はい、合体して土台ができて、はい、でもさらにこの長い年月のこの熟成がやっぱり重要だったんでしょうか、まあそうですねやっぱりあの本当にその後の流れとかその頃は全然今の骨格はあったけどこの回細部は全然違う決まってなかったので。いや面白い話、はい、2014年 えー、亀田い子プロデューサーから声をかけられた、た、はい、と読みましたが、それはそれでよろしいですか。はい、そうですね。はい。これはほとりの作考の後ぐらい。ほとりの作考の後で、多分フチキタツの準備中とかだったと思います。うん、はい。撮影準備中の時にお声かけられて、その時にまだそのシルプを持っていたので、うん、いや実はこういうのやりたいと思ってるんですと言ったら、まあ亀田さんも柳川さんはすごく好きだっていうことでマイ投稿して、まあこっこれやろうっていうことで進んで。 見出したっていう感じ。でも2014だってだいぶ前ですよね。そうなんですね。だからよく実現できたなって。だからすごいわ。その今久しぶりに2017年かな。2016年か2017年にユリイカで柳岡さん特集というのか出ていて、まあなぜかどういう経緯か分からないけどその時に自分アンケートのあのゲンアンケートの答えてるんですね。なるほど。でその時に何かまあ好きな柳岡さんの曲を何曲か挙げて、で最後にそのラブライフっていう映画を 作りたいとと思ってていいいいるけど頑張りますみたいなこ書やその時はまた全然実現するかどうか分かんなかった時期なんですけど、うん、でもす実現してよかったなっていうそう,そうかでも企画がまあ進行していたからっていうところがあってまあどっかから噂が回ったのかもしれないですけどまあ、うん、多分そうだと思いますただその時まだ予算集めとかも全然うまく進んでなかった時期やったんでいやーでも面白いすごいですね映画のこの生まれるまで成り立ちが、はい、で完成した映画ちょっと中身を見ていきたいと思います、はいはい ちょっとその細かいところからこれねでも本当にそのショットの一つ一つの密度が濃すぎてありがとうございますもうすごいなと思って見てました僕今詰め込み型の映画にすごくはまってる感じが特に自分そんなにキャはしてなかったんだけどでもそうかもしれないそういう傾向なのかなと思いつつあります自分は特に今回は本当なんか極まってると思いますまずまあ部屋が映るじゃないですか でもう本当主人公の太子木村文乃さんがいると、はい、で息子の慶太んが引きでいると二人はオセロをやっていると、はい、でその太子さんがベランダに出て次、はい、郎さんとさ、はい、そうしたら団地のこう中庭ですよね、はい、あそ,うそうですね、うん、広場中庭が見える、はい、でその切り返しでもベランダに立つ太子さんが映って、はいはい、でその次郎というのは夫の大沢次郎さん、はい、永山健斗さんで次郎さんの,その職場の仲間たちもその中庭に、はいる。 でらに団地の向こう側から向かい側ですよね太子さん」っていう声がこれが次郎さんのお母さんの昭恵さん菅野美鈴さんつまりその次郎さんの両親つまり太子の義理のご両親は同じ団地の向かい側の部屋に住んでるそうですねはいそうですそうですねこの団地の空間設定がもうまず素晴らしいなと思ってこれはその。 脚本の段階でこういう構想があったのかそれともそのロケ場所を見つけてうんぬんってどういう感じであの空間決まっていたんですか、えっと一応脚本からですね、うん、あの脚本段階でも決まっていて、うん、もうこれはもう最初の本当にシノピス施23歳の時の、うん、シノピス施でも一応団地っていうのは決まっていたと思うんですけどそ,その時なんで団地にしたのか全く覚えてないんですけどはい、はい、ただその後 <laughs> やっぱり一応必要に必要性が出てきて脚本の、はい、やっぱりその。 えとこの映画ってもちろ岡さんの歌が元になっていて、うん、やっぱりその中のすごく印象的なフレーズにそのどんなに離れていても愛することができるっていう、うん、やっぱりフレーズがあってやっぱり距離っていうのはすごく重要な問題で、うん、でもこの距離っていうのが厄介なものだと思っていて、うん、映像で描くのって結構難しいんですよねうん、うん、その距離感っていう距離感の伸縮というか伸び縮みたいなもの、うん、であの。 やっぱり例えばこういったあの団地を舞台にしていてそのやっぱり上下ど,どこに住んでるかっていうことって、うん、編集でごまかして撮ろうとすると本当にわけわかんなくなるんですよね今上にいるのか下にいるのかとか, <laughs> か<に>だからやっぱりそれをバッて撮れるような距離関係が距離感が必要で、うん、でこれよく例なんか例に出すんですけどすごく印象に残ってるのがあの宮崎駿監督が。うんはい その太陽王子ホルツの大冒険について語っているインタビューで、うん、やっぱりいかにその映像で距離を描くのが難しいかって話をしていて、うん、その位置関係ですねあれ「ホルツのあのあ太陽王子ホルツの大冒険で」で、うん、宮司匠さんってあの監督が関わってたんだけど美術、はい、に関わってるからそ,、ねうん、その 舞台となる村の設定とかそこら辺をものすごいあの緻密になんか設計したらしいんですね、うん、どこに何があって、うん、どこの方向に何があってとか、うん、でもそれ実際映像してみたら全然伝わらないっていうようなやっぱりそのなんか横の水平の中での距離感っていうのはすごく伝えるのが難しいっていう、ね、だから宮崎さんはその後「ラプタ」なんかはもうすごくシンプルにすごくその上空雲の上から。 始まってそのシータが地上の方に降りてきて、うん、そこでパズルと出会って、うん、今度はその地下講堂の方に2人で降りていって、うん、で一番地下まで行ったところで飛行機の存在をして今度は上に上がって地上に出て、うん、地上から今度はラプターを目指して上に登っていくっていう、うん、それだとやっぱり見てるお客さんは今主人公たちがどこら辺にいるのかとか、うん、やっぱりそれはもう直感的に分かるっていう、うん、でもまあそういった話を聞いていくなるほどと思う中で、うん、じゃあこの「ラブライフ」で距離感っていうのをどう描いていくのかっていう。うん まあそれでまあなんかこう2階と4階とか広場と4階とか設定上下の入れつつやっぱり横の移動っていうのをあの見せるのは難しいからじゃあ団地で A と B とっていう設定にしてその2つで二つの部屋を舞台にしてでそのパクさんがそのちょっと遠い公園からだんだんと近づいてきて部屋にやってきて最後お風呂場で一番距離が近くなるとかまあそういったことをしてると多分その距離の変化っていうのはつかみやすくなるんじゃないかなっていうようなことでまあ団地っていうのはどうしてもすごく重要だったっていう。 なるほど完,、ね、完璧な説明ありがとうございます。はい、すみませんもうあのでもそ<う>その宮崎駿という <laughs> も、ねはい、そもそも好きだったルーツも今回じゃあ入ってたりとかやっぱりかなりぶっ込んでますよね。はい、そうですね宮崎駿さんの <laughs> やっぱり演出も宮崎駿さんの演出の、うん、まあそういった距離感とかをいかにそのなんかフィクションの なんだろう、こう映像言語の中でその翻訳して作っていくかっていうのもすごいんですけど、うん、やっぱり一つのショートの中で複数のことが同時に起き進んでいくっていうあの密度の濃さみたいなものもやっぱ素晴らしいですよね。今回それ本当入ってると思います。うん、しかもその団地のこれだとそうでも確かに、うん。 そこポン・ジュノあの「パラサイト」でも縦にして前スノーピアーサーで横にしてるとなんかいまいち分かんないですよでなんですよね横っていうのはやっぱり分かりづらいんですよね横ってやっぱりだから今回よく聞かれるのが韓国の設定についてなんですけどもちろん韓国と日本はもちろん歴史的ないろんな複雑な問題は抱えているんですけどただ今回の場合に関して言うとやっぱり距離の問題なんですよね。その距離上で 本当にこうネタバレ o、OK、前の,、ね、<laughs> のインタビューだと本当に話せなくても奥まで物の挟まってる言い方なんですけどあの今回その距離をどう描いていくかっていうところでやっぱり脚本改見ですごく途中で行き詰まったのがそのえと二郎と山崎さんをちょっとその地方の元カノの山崎さん山崎浩さん演じる山崎さんをちょっと地方の。 街ででさせるるみたいなシーンがあんすね途中で,、うん、でそういったことでいろいろあった後に最後イコ、うん、とパクその木村文雄さんとそのスナダムさんがポンと遠くに行くっていうような、うん、まあちょっと二人のロードムービーじゃないですけど、うん、すごく小さなようなことになった時に、はい、じゃあその遠くってどこなんだっていうことになった時に、うん、一番最初の脚本だと「韓国」っていう設定はなかったので「じゃあ国内で」っていうことになると。うん もうその距離感でで出ないんですよね例えば主<ー>人公だと住んでる場所が、まあ、仮にじゃあその東京だとしたとしてあ<ー>まあ東京ではないんですけど架空の町なんで<ー>東,京東京じゃないんですけど <laughs> あ東京だとしてじゃあその永山さんと、うん、長山健人さんと山崎裕之さんが会っていた場所が、うん、じゃあ仮に長野県あたりにしようってう。うん じゃあさらに遠くに行ったということでじゃあ岐阜県にしようとか、うん、岡山県にしようってしても、うん、多分それって映像にしたらほぼ変わらないんですよね。うん、<laughs> それって、まあ、特に日本の都市なんて結構コピーしてみたいな同じような景色だしなのでもう海を越えて違う文化圏に行かないといけないっていうなった時にじです、ね、じゃあ距離っていう主題が、はいはい、全部こう引いていくとそうなっていたったうですかてら結構逆算していく でいろんな設定が決まっていったっていうロケーションとか感じです。ちなみになんですけど、ちょっともう余談バンバン挟んでいきたいなと思うんですけど、はい、あの金の糸ってご覧になりました？以前ワーナーミフールでやってた。金の糸。うん、金の糸の、ね。ジョージア映画で、あのランナーゴゴーベリゼ監督。ーいや見へ拝見できてないですね。あれもねダンチで、中庭使ってるんですよ。本当ですか？ぜひご覧ください、はい。ちょっと見てみます。見てみます。うん、ちょっとあのあ<ー>似た集合住宅の、はい。 はい、空間を使って,て、なんか同じようなこと考えてる気が。したので,本当ですかちょっと見てみます。あとね、はい、あの、やっぱりでも、本当その距離っていうことが、その最初の一分、二分で一つの主題として、こう上がってくる。で、しかも、それがその、えー、人間同士の、その距離と関係性が連動するような形で、こう描写、表現されていくてこと思うんですよね。はい、もう一貫して。はい、ちなみに、あの、それでいうと、僕は、あの、トリュフォーの隣の女っていうのも、やっぱり連想したんですよ。よもう素晴らしい、もう、ちょっと。 で比較するのもです、ね、すごいですよね、はい、あれが、はい、であれがまあ妻子と暮らす男の隣の家に元カノが引っ越してくる、はいはい、わけなんだけどもやっぱり僕ちょっとそのなんかでもそれはやっぱりあ,のありますまあそれこそもう本当に代表的なやつっていうと四国の裏窓もそうですしそもそも多分トルフォーの隣の女が絶対七国の裏窓の影響下にあると思うんですけど。 やっぱり窓を隔てて何か違う空間を見るっていうのってもうそれ自体がなんかしますよね何か映画的な何かがあるっていうそこに感じがあってそれがあんまり言葉では理屈では説明できないんですけどついいやりたくなるシシエーョンうそうそれが鮮やかしかもその隣の女のと元カノ山崎さん今も勤め先の同僚にいるというね山崎弘和さん職場仲間チームにも加わっちゃってるという不穏な。 空気が最初からある、はい、でねその山崎さんが僕その本気の印公式に当てはめていきたくなったちですよ言ったら福永あかりさんが演じたみっちゃんに当たるのかなと、はい、あさらに言うと本気の印はあの森崎運さん演じる辻君がその同僚のみっちゃんとあと石橋圭さん演じる先輩に、まあ、二股かけていると設定なんですけども。はいはい 山崎さん言ったらみっちゃんあるいは先輩を足してもいいようなキャラクターのようにも見えるで、あのー、実は山崎さんっていうのは次郎さんと結婚直前まで行っていたっていうぐらいの感じなんですよ。はい、あそうですねそこに突然妙子さんが現れてしまったという展開、はいはい、でよろしいですか。はい、そうです、うん、そうこれはね、あのー、要するにその奥のレイヤーにある物語とのだと思うんですけども。はいはい で僕その本気の印であのお話しさせてもらった時にこれはもうある男が変な女に出会い、はい、<laughs> 運命を変えられる話だってざっくり言ったと思うんですけども、はいはい、もしその次郎目線でラブライフを捉えてこの公式を当てはめるなら変な女っていうのは太古で、はい、本気の印でその土村佳子さん扮するその葉山浮世というヒロインにあたることになる。はいはいはい ただその妙子さんには圭太君という、まあ、息子子供がいて一見その次郎と今安定した家庭生活を築きつつあるように見えるっていう違いはある、はいはい、この辺でいかがですかがすそこはね全然そんなに意識していいだけではないんですけど <laughs>、うん、ただあの、まあ、両方ともやっぱり恋愛がベースにあって、はい、その恋愛をどう描くかっていうところがあって、うんまあ、ある意味妙子さんもそのパクさんというある意味男性に出会ったことによって人生多分。 変わってしまった人でもあると思うんですけど。あの。これがあの強くしていたわけではないです。ただ本気の印や、今回でやっぱりその恋愛というものを、まあそれは今の横川とかもそうですけど。やっぱり恋愛って自分あんま、もともとなんかその。十代の時に恋愛ソングなんて、見てると馬鹿にしていた割には、やっぱり自分の映画って結構恋愛の。多いなと思っていて。まあし、やっぱりその恋愛映画は大好きですし、リクメールにしても、トリコにしても、あの恋愛映画は大好きで、ただやっぱりその恋愛。 うかその意義って言ったらなんかそんな別に意義で映画を作るわけじゃないんですけど、うん、やっぱりそのやっぱり声が上手でそのある種の高揚感例えば極端、まあ、な人の耳をせませばみたいな、うん、ある種のすごくその、あのー、2人の男女の恋をすることで世界が変わっていくっていうような、うん、ある種高揚感っていうのもある種その恋愛映画の醍醐味だと思うんですけど一方でやっぱりもう一つは。 その誰かを選ぶということは誰かを選ばないことであるっていうやっぱりその本質的な残酷さですよね人間が生きることのこれは恋愛に限らないあらゆることであるその誰かが仕事を選ぶときには誰かがその誰かが仕事からあぶれてるっていうこともあるしその,その恋愛にしてもそうだし結婚にしても誰かと結婚することはその人と結婚できなかったら誰かがいるっていうことになるわけですしその生きる,生きる上での本質的な残酷さみたいなものが多分恋愛 ドラマにはすごく凝縮されてるというか,か描きやすいものであるっていう、ね、ことだとその思うのでやっぱりそういった設定は結構自分の中で繰り返し描くことになっていくっていう感じです、うん、確かにその選択をすると排除されるものが出る、はい、勝ち負けっていうのがも必然的に起こっちゃうっていう、はい、であの僕がそのもし 同時期に構想された物語でも「ラブライフ」が来て「本気の印」の順番だったら僕多分違和感をちょっと抱いたと思うんですけども本気の印の先っていうイメージなんですよやっぱり。っていうのは本気の印がそれこそその裏耳を澄ませばみたいなもんだとすると今回はやっぱり「結婚」とか「家庭」とかっていう主題に踏み出してるからこれはもうね。 主題というかそのラインをこう、はい、抜けた次の課題っていう感じがすごくしました。はい、あ確かにそうかもしれないですね。うん、はい。それはだか順番としてまず面白いなと思います。はい。でちょっと細かいシーンなんですが、タイコがまあその後公園にママチャリを走らせて、あはい、まあ滝出しをやっている公園に行く。はいはい、でそこでそのホームレスのおっちゃんがまあある男性にクレームをつけられていて、はいはい、タイコはそのトラブル処理をする、はい。 ホームレス支援を行う NPO で働いてるんだなと、はい、まあこれは資料にも書いてあるわけですが、はい、まあ大体そういう仕事だなってここで分かります。はいはい、でその公園からの帰りにその次郎さんの職場チームとすれ違い、はい、まあ喫茶店に行く途中ですよね、はい、で後ろから慶太子がキックボードでやってくる。はい、で妙子が慶太子に「覚えてるみんな一度会ってるんだよ、はい、結婚式で」って言った時に。はい つまり慶太君が参加しつつの結婚式があったつまり妙子が再婚でで慶太君は彼女の連れ子だということが分かるこの情報のちょっとずつの出し方が見事ありがとうございます素晴らしいですねこれってでもすごいなと思いまでもそこにそれに関して言うと自分自身もんか意識しているのはある種現代皇后演劇というか平田織田さん ののの青年団の存在だなというのもあって、うん、あのやっぱ、まあ、例えばその平戸織田さん圧倒的にそういった記憶の書き方がうまい人ではあるんですけど、はい、あのそのなんだろう映画美学校19の時に行って、うん、ただそこでなんか学んだ何を学んだか全然覚えてないんですけど <laughs> ただその後青年団の芝居演劇を見るようになってその2025歳の時に青年団に入ってでそこであの最初1年間研修みたいなものを、うん 受けけるんですけど、うん、そこでやっぱり学んだことって結構大きかったなと思っていて、うん、やっぱりそのいかにその日常会話の中で情報を示していくかっていうことに対して、はい、やっぱりある種現代語音劇って圧倒的に優れた技術を持って,、うん、持っていて、うんうん、その時に教わったのはまずお互い知っている例えばその家族で家族の会話があったとして、うんうん、お互い知っている情報は口にしないっていうそす<ー>ごく当たり前なことなんですけど例えばその。 朝食の場面でみんなで朝ごはを食べていて、うん、お父さんとお母さんと子供が朝ごはん食べてご飯を食べていて子供が例えばそのお父さん銀行の仕事うまくいってんのって言うとそれは不自然な説明になんです、はい、分かります。ますうん、だって銀行の仕事で働いて銀行で働いてるのはみんな知っているわけなのに何 <laughs> で銀行の仕事なんて言うのかそれはやっぱり書き手の都合なんですよね。はい、その情報を出さなきゃいけないっていう、はい、だからその銀行の仕事うまくいってんのってそれを言わせないでいかに銀行の仕事で働いて、うん、働いてることを伝えるかっていうのがやっぱりその脚本の。 ある種台本みたいなところがあるのでまあなんとかこうあれ,あれこれ考えてこういう。 本当実はそのお話をしてほしくてでも映画見てるとそういう今説明したってめちゃめちゃ多いじゃないですか。多いでんかやっぱりその本当青年団平戸織さんメソッドの洗礼訓練が深田さんにやっぱあるっていう強みですごい感じました。それ実はなるほどと思っていたら実はエリック・ロメイドも同じようなこと言ってるんですよね。 そのいわば脚本セリフには2種類あるっていう言い方をしていて、うん、まあそれはあのエリック・ロメールが古典,古典の記憶を分析する上で披露している、うん、あの見方なんですけどいわばその必要なセリフとほ本当らしいセリフっていうのに分かれるっていう言い方をしていて必要なセリフというのは、はい、いわばその物語を進めるためにどうしても言わせなくちゃいけないセリフであるっていう,うん、うん、でもそれはもうどんなセリフであっても作り手の都合で言わせるセリフだからどうやったって不自然なんだっていう。 その隠すために本当らしいセリフい、うん、わばその物語を進めるためには必要はないんだけどリ、うん、アリティのあるセリフみたいなものが必要でそれをうまくバランスよくこう組み合わせることによってその脚本を進めていくんだっていう,うん、うん、考え方って結構そのこのなんだろう現代後期演技の考え方に近いなと思っていて何か,、ね、かそれをなんとかこう,うまく映画でできないだろうかって日本映画で。っていいう思いはなんか、ままあ、毎回 あ、もう苦労しながら、うまく行ったらうまくいかなかったりなんですけど、苦労してます。ちょっと帰ったら読み直します。び、うんはい、じょう。あ、そう、ありますよ。でも、はい、あの、はい、今回本当にそれがもう完璧にできている。という気がしたんですあ。ありがとうございます。すみません。で、あの、まあ、その日は。本当そのイタくんのオセロ大会優勝おめでとうの会を開くことになっている。はい、これ、はい、オセロの天才少年という設定の心は何なんですか。えっと、ここも結局、大体のそうなんですけど、うん、みんな。 脚本をあれこれ組み合わせてる。うちの中から出てくる。大体脚本の必要に応じて出てくるんですね。はい、えっとまあ、これ最初の頃考えていた2003年頃考えていた話だと、そういう設定は何もなかったです。うん、その子供の設定はで、実はもともと脚本がだいぶ。今の話と多少違うところがあって、うん、その今パクさんがお葬式にふ振られて現れて。はい いきなり現れるてなってるんですけど、もともとは違って、あのいろいろとその子供が亡くなって、夫婦がいろいろと葛藤を抱えてる時に。警察から電話かかってきて、その失踪して、あの失踪届を出していた。その消息年が出していたパックが、夫が見つかったっていう。連絡が来て、迎えでいくっていう二人で、その夫婦で。っていう、ずっとそういう話だったんですね。でも、それだと、全体的やっぱりすごくテンポが、あんま良くないっていう。し、ちょっと構成が難しくて、だから、もうちょっとそれをなんとか。 スピーディーにというかもっと転覆できないかっていった時にお葬式にもう帰ってくるっていう設定にしようと思ったんですけどそうなるとまたもう一つ問題が出てきてずっと失踪していたはずなのに家出していたのにお葬式の日時と場所が分かるわけじゃないっていうそうなった時にじゃあその圭太君が死んだ時にある程度小さくても報道されるような背景が必要であるっていう。ななるほどそうったじゃあでも 将棋とかチェスの大会ですごく優勝してるっていう、うん、あの年齢で、はい、っていうのはちょっとリアリティとしてあまりにも突飛すぎるんじゃないかっていう,う本当に天才少年みたいな感じでなってるからでもオセロ大会ぐらいだったらあり得るんじゃないかとか <laughs> なんかそういったところからううじゃあオセロはどうだろうっていう <laughs> でそうなってくるとじゃあオセロっていうのをどう物語の中でうまく生かして組み込んでいくかっていうことになってくる。結構そういった 物語の必要で出てくるものをじゃあ今度はそこから連想ゲーム的にどう物語の中に反映させていくかっていうことの、うん、もう繰り返しですよね、脚本作るときは。これ、脚本書かれてる方ら、はい、本当に見ておいた方がいい、<laughs> いやい,いやいや、でもみんな多分みんなそうやって、ね、作ってると思うんですけど、いやいや、でもここまでガチッと、はい、いや、見事ですね。あいやいやでもそのオセロかそうか、その知名度の,、はい、<laughs> の加減も含んでいたっていうのは僕、全然気づかなかった、ま、そうです。もちろんんオセロだって難しいゲームなんでで、うん、あの年齢で 大会優勝してるっていうのはそれね結構すごいことであるんですけど一応調べてみたらそういう伝令もあるしいけるだろうっていうそこを調べられてちなみにじゃあ白と黒がひっくり返っていくっていうようなイメージっていうのはそこで挟んだりっていうのはありますかでもそれはやっぱりオセロっていうのはどうかなって思った時にあそういったミレるトにとって多分いろんなイメージが膨らんでくるそのオセロのパタ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 ひっくり返るところとかそこは面白いなと思ってチョイスしたというのもありますその勝負のミスよりもなんかイメージに訴えかけるものがありますね 視覚的にすごくシンプルなんで、うん、そのルールもシンプルだしまあ想像力を刺激やすいしやすいかなというのはありました。これ見事ですでその慶太君が突然そのママ妙子と手話で会話をし始める、はい、この手話,と手話というアイデアは結構最初からあったんですかいやこれは結構あの最初はなかったですね。基本的にはこの映画三角関係のメロドラマその死について描くドラマであると同時にメロドラマでもあると思っていて。はいはい そのでじゃあそうなった時にあのこの妙子と夫の次郎と元夫との参加研究にもうちょっと緊張感をどうしたら出せるだろうって考えた時に、うん、あの太子と元夫に共通の言語を持たせて、うん、今の夫はそれが分からないっていう形にできないかなと考えたんですね。でちょうどその頃にあの2018年に、うん、あの東京国際ろう映画祭っていう確命で行われている映画祭があって、うん、それはあの。 槙原さんという、うん、実践ーの方が主催をされていて、うん、やっぱりローに関する映画や、まあ、マイノリティについての関する映画とかを中心にセレクトしている映画祭なんですけど、うん、まあそこからあのワークショップやらないかっていう依頼が来て映像制作ワークショップだったんですけど、うん、あのそれを引き受けたらやっぱり参加者の方が、うん、ローの方が中心で,、うん、でそこで初めてやっぱりまあ恥ずかしながら、うん、そのローの方と接する機会も たし、うん、やっぱり手話というのが本当にそのいわば補助器具みたいなものではなくて本当に独立した豊かな言語であるっていうもう日本語や英語やフランス語と同じように豊かな言語であるってことを知ったんですね。うん、まあしかもまあ言語ってね言語によっていろんな特性が特質がありますけど、うん、まあ非常に映像的な空間を使った言語なんで極めて映像的な言語であるというそうなんででですよてまあそれであの 手話っていうのはどうかなっていうことを思い出したんですけど、うん、まあもう一つこれも結構インタビューで話していることであるんですけど、うん、やっぱりもう一つ自分にとってやっぱりすごくせ突きつけられる問いみたいなものがあって、うん、やっぱり今回のそのパクという役が、まあ、当然何でろう者なのかっていうのは当然質問として出てくると思うんですけど、うんはい、その質問の前に当然あってもいい質問というのが実はあるべき質問自分が突きつけられなくてゃいけない質問というのがあって。うん これまで自分自身はその老者の方と同じ世界にずっと住んでいながら、うん、これまで自分が作ってきた映画に一人として老者の人が出てこないのはなんでなんですかっていうなるほど問いが多分あり得ると思うんですよね、うん、やっぱりそれぐらいやっぱりそのなんだろう自分の映画には出てこなかったその老者の方が一人として役がなかったっていうこと自体がむしろ視線なんじゃないかっていうふうにも思い始めて、うんうん、じゃあこれはもうぜひその パクさんという役は「ろう」という設定にしようっていうふっっうに、ねんんうん、しかもその砂田アトモスさんを、はいあのー、いわゆる当事者的にあまあそうですね、うん、オーディションに本当に来てくださって本当に感謝しています砂田、うんうん、<laughs> さんには。 ちなみにあの、はい、そっかでも確かリッスン」っていう映画だとか、はい、ドキュメンタリーであったと思うんですけども、はいはい、だんだんその,あのいわゆるろう者の方と映画っていう主題がここ数年ちょっとずつ上がってきつつあったっていうところのタイミングでその依頼があったってことですか、はいはいはい、だから自分としても本当にあの感謝していますねそういった、うん、本当に自分みたいな全くいわばこれまでの映画でろうの,の役を描いてきたわけでもないしろうん、老者の方をキャスティングしたわけでもなかったその当時。うん また自分にそういった依頼をいただけたというのはすごくありがたかったですね。でしかもそのまあそれこそ深田さんの名優浜口龍介監督のドライブマイカーでもあ,、はいはい、あの手話があり、はい、で宮家明日ちなみに三宅さんとちょっと会うんですけども、はい、そうなんですか。はい、あの宮家少監督の、はいはい、まあこれから公開される稽古でも、はいはい、もう手話が全面展開されているっていう。そうなんですよね。うん、だからなんかいや本当にそれは。 たたたたままままとしいううがないたまたまなんですけどでも3人だと話してんじゃないですかそう、はいう話は。えとあのこの「ラブライフの脚本がいろいろ決まっていって、うん、そのキャスティングが決まって撮影をしてる段階で、うん、あ撮影の準備をしてる段階で「うん、あれドライブ前か・マイ、うん・カー」手話でしかも韓国らしいぞみたいな話あれ親子 <laughs> や,や」みたいな感じにはなりました。なったんだけどまあでもそれは逆にそこでもしやめてしまったりすると結局その。 なんだろうある意味かぶってねって言ったらもう聴者のキャスティング映画ネタの聴者ばっかりという時点でかぶってはいるっていうのも言えるわけでそのやっぱりろう者っていうことある意味ネタとして特別なネタとして扱ってしまうこと自体がやっぱり問題だと思うので、まあ、そこは別にそれぞれの監督がそれぞれのモチーフ題材に対してそれぞれ向き合えばいいと思うのでまあそれはそれこれはこれで。 あの滑ってしまおうと思ったんですけど。僕らからすると、はい、だからこれはもう完全に問題意識が共振してるなというふうに思いますね。はい、あのやっぱりその時代っていうのもあって、まあアカデミー賞でもそれこそこうだっていうのがあったりとか、まあそれでその当事者問題じゃ上がってきましたけども、はいはい、イーストウッドのクライマッチョ見ました。あ、クライマッチョ。あ、いやクライマッチョね見えらしちゃってるんですから。<laughs> あ、そうら。あれもショ出てくるんですよ、はい。そう、そうかそうかそうか。はい。実は。はい イーストウッドまでやってるのかみたいなことを、はい、思いましたけど、はい、なんかでも時代のそ,のそれこそその、えーまあ、一方でその「MeToo」的なものが2017年からあるとしたら、はい、また別の主題として、はい、あの手話という一つのもう一つの言語っていうのが映画の中でなんかこれまで不当にこの扱われてこなかった言語として上がってくれるきす,、ね、す,すよねだからある意味その映画の中自分が映画の中で手話というものを多分初めて意識したのって未知との遭遇だと思うんですよね。あ フランス・アトルフを演じてでもあの時の手話ってやっぱりなぜか宇宙人と手話だと話せるっていう話になっていてでも手話って今から思うとむちゃくちゃな設定なんですよね。だって手話ってある種特別ではない一つの言語にすぎないものなのがなぜか手話だったら宇宙人と話しちゃうっていうそういうある種すごくんか特別な特別されるような存在だったものが今すごくやっぱり現実の言語としてやっぱり描かれ始めてるっていうのとまあ これはもわかんないです本当に濱口さんと三宅さんと多分自分が手話を題材にしたのは本当に同時代的な偶然だと思うんですけど、うん、ただやっぱり一つの言語で一つの映画「亜種二時間世界を描く」っていうことに対してどっかで何か限界みたいなものを感じつつあるのかもなっていう気はします。うん、いや面白いいお話だと思います、はい、であのその日、はい、映画に戻るんですが。 オセロ大会優勝名刀のほかにサプライズがあって次郎さんのお父さん田口智郎さんを扮する、えー、大沢誠さんが65歳のお誕,、はい、誕生日であるでその次郎の職場仲間は誠さんの部下でもあるつまり同じ職場なんですね。 でこの、はいえー、田口智郎さんお父さんずっと機実はその次郎と太古の結婚に反対していると。はい、でその趣味の釣りの話に絡めてあのリールが中古でも買えるっていう世間話から、はい、不意にその中古でもいいものと駄目なものがあるんじゃないかなとすごい太古にきつい当てこすりを言う。はい、でそこでその神ささんんののお母さんが、えー、太鼓の 味方をして、場をやらあげようとするんだけども、その太鼓に、でも、次は本当の孫を抱かせてねと。はい、あの、こそっと言ってしまう。で、この次郎さんのご両親のキャラクターも、なんかすごい独特の印象で、はい、あの、迫ってきました。はい、つまり、彼らは、感情に任せて、いかにもその昭和的な老害発言をするんだけど。はいはい、すぐ反省して、謝るじゃないですか。はいはい、なんか、良き人であろうとしているっていうのが、すごく見えるんだけども。はいはい どうしても納得できないものが感情とともに溢れてしまう、はいはい、っていうように見えましたこ、はい、のごそこに関しては、うん、あのなんだろう、まあ、映画って結局自分には世界がどう見えてるかっていうのを描くものだと思うんですけど、うん、結構に自分の中での人間のやりてってすごく何か言っちゃっても本当にそんな、うん、あの上下みたいな突き抜けた悪人な,い、うん、なんて本当に周りに別に見かけないですし、うんはい、みんな多分その関係性の中で。 関係性や状況の変化によって見え方って変わってくると思うんですよねある意味キャラクターみたいなものってそんな何かもう普遍的なキャラクター一つあって常にその通りに演じるっていうちょっとある種の自分慣れシストみたいな人でそういっ人いるかもしれないんですけど自分自身も本当に演じてるみたいなキャラクターをでも自分の中で結構こんなもんじゃないっていうつい知れないこと言っちゃっても何か言われたら「ごめんなさい」って謝ったりとかできてしまうその「ごめんなさい」っていうのがどんだけ重いか軽いかっていうのは。 あると思うし、まあ、日本人って「すいませんごめんなさい」って言いがちだし、まあ、自分も本当にもうしょっちゅう言って「本当に本当に悪いと思ってんの?」みたいなことを言われて「<laughs> あ思ってすいません」って言ってまたこういなことっていうのは本当に特に若い時って繰り返してましたけどあの自分の中で特別なんかそういうあの裏表のある人間を描きたいってわけじゃなくて、うん、いや本当にこれはこんなもんじゃないかなっていう人間っていうような差し加減で描いてるので。 でもおっしゃる通りに、はい、あのこんんなもんですよねだと思うんですけど、うん、違いますか皆さんいやでただ逆に何だろう自分のいや自分はそうじゃないと思うっていうのでもいいと思うんですよその、うん、やっぱりそれは自分にはこういうふうに世界が見えてるっていう、うん、だからそういや人間はこんなもんじゃないと思っていたけどあとこういうふうに世界がこういうふうに見えてる人もいるんだっていうふうに、うん、映画を見て思ってもらえればそれでいいと思っていて、うん、あのなので。 そういう差し加減で書いてます。ただ <laughs>、はい、あのそれに関して言うと僕今回の差し加減は、はい、いちいちこの自分の感覚というかふに落ちるものでした、はいあ。ありがとうございます。あのだからなんだろうこの本当そのなんだろういい人であろうとするが、はい、でも本一個このレイ一個の奥のレイヤーに昭和が眠っているとて、はい、この感覚はよく見るんですよ、ね。はいはい、うんあのすごく信頼している人でも。はい やっぱりその世代の限界だったりとか。もしかしたら、その自分の中のそのグラデーションとしてあるのかもしれないとか。この感じが。まあ、非常にリアルっていうふうに思いました。あの。だから、そうですね。映画を作るときに、まあ、前輪を描きたいとも思わないし、悪人を描きたいと思わないし。やっぱり自分にとっては、こういうふうに人が見えているっていう。人はこういうものじゃないかなっていうのを描こうと。それ以上でも、それ以下でもないと思っていて、だから、これやっぱり映画を作ると。発見というか、やっぱり色、本当に。 まあ映画を作る時はまず自分が最初の観客だという意識もあるので自分にとって面白いと思うものを描こうっていうふうにも思っていてでもあのこうやって映画を作って見てもらうとやっぱり全くそうではない反応っていうのもたくさん返ってくるんですね。やっぱり共感できる人とい,い,いう意見とかもいただきますしまあそれを共感できる人がいないから面白いって思いうればつまらないっていう人人も分かれるんですけどあのとかあとやっぱりあのなんだろうあのこう。 登場人人物になんだろうに好きななれる人がいない,いの <laughs> 自分の映画は結構言われがちなんですけど誰も好きになれなれいいっていうでそうなると自分としては「あなるほど」っていうところが「うん、なるほど」っていうのもなんだけど、うん、自分自身が映画一部映画ファンとして、うん、まあ10代の時からもう映画をタク的に映画を見てきて、うん、その登場人物に共感できるかどうかとか、うん、その登場人物が好きになれるかなれないかっていうところが、うん、その映画の見るある種の評価の基準に、うん して映画を見たたことがなかったので確かにそうだから <laughs> か、うん、ある種それは発見なんですね。<ー>そういうふう,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 いう風に見る人も結構多いんだな、はい、むしろ多いんだなぐらいの。はい、でもそこに関してはやっぱり映画っていうのはり表現である以上自分にはこういうふうに映画が見えてる世界が見えてるっていうことだし、まあ、自分にとって面白いと思うものを作るっていうことをコツコツやっていくしかないと思ってるのでごめんなさいっていう気持ちになるっていう。 表現の深度が深くなってるのかなって気がします。いやだといいんですけど。はい、で、僕がそのじゃあこの、はい、ええともさんのおとまほとさんがなぜこういうちょっと攻撃的な発言をしてしまうのかな、はい、いい人なのにと思った時に、はい、もう一回掘り下げるとやっぱりそれは彼にとってその太郎さんと慶太君を侵入者だと認識してるからだろうなというところにやっぱ戻るんですよね。はいはい、それはやっぱ大沢家というまあ共同体の安定に、はい。 元カノの山崎さんだったら同じ職場だし問題はなかっただろう、はい、ところが外敵みたいな存在として実は太子と慶太君が入ってきたんだとお父さんやっぱり思ってるだろうし、はい、どっかお母さんも思ってるんだろうなってちょっと見えちゃうまあかもしれないですねもしかしたらもう艦隊の行きで古田さんみたいに見えてるかもしれないそうそうまさにそうなんですよでもそういうふうなニュアンスがそこからやっぱりちょっと鍵取れるというのが面白い、はいはい で実は同じ団地に住んでいる理由もここで明かされていく子育てを協力するためであったと、はいえー、で今太子たちが住んでいるのはもともとジロのお父さんお母さんの部屋だったというのを分かるなるほどと、はいうん、でそこからもう決定的な悲劇が起こる流れになります、はいはい、まずはパーティーなんですよねでも、はい、この環境もすごいなと思うんですけども、はい、いつの間にかあのシスター二人も混ざってはいはい、はい オケしていますけど、はい、この「シスター2人」っていうのはあのキリスト教宗教宗的なモチーフの布石でもあったりはするてでもここはでこの、うんでどういう経緯で作ったのかっていうのは <laughs>、うん、今これもうろ覚えなんですけど、はい、さっきの実は本当に作っていってそこから連想していくっていうことでいうと、うん、そもそも最初の、えー、とまあもう繰り返すけど、まあ、ネタバレ OK ってことで、うん、その圭太君が当然不良の事なくなってしまうっていう展開をどう描くかっていうところがまず、うん 本当にこの企画のスタートラインの中での重要なモチーフとしてあったんですね。うん、というのもあの、まあ、自分はよく自分にとって普遍的だと思うことをなるべく映画でモチーフにしたいっていうことを言ってる中で、まあ、いくつかそれってあるんですけど、うん、まあ結局人って孤独であるっていう、うん、もう本当に言葉にするとな中二病みたいな感じで恥ずかしいんですけど、まあ、結局でも人間は孤独であるっていうこととかあとやっぱりその人はいつか死ぬっていうこと。死ぬ っってていううことをどう描くかって自分の中ではすごく大きなモチーフで、うん、あのそれってそもそもなんかこんなこ話いいですか真面目っぽい話でんか最近よく聞くようになってくるメメめんともり」っていう表現で、うん、あ,のある種その芸術表現の一部ジャンルとしてあると思っていて、はい、つまり「死を思い」っていう表現ですよね。はい、それっってやっぱり 人間はどうしても死から逃れることができないから、うん、その誰もが逃れることができないその人が死ぬっていうこととどう向き合っていくかっていうことが、うん、多分もう人類何千年ととても大きな問題意識なんですよね。はい、でその問題意識に多分圧倒的な力で応えてきたのがやっぱり信仰だと思っていて、うん、その結局どっかのタイミングで人間がその人間としてなった時に、うん、あいつか自分は死んでしまうんだっていう時間軸の中でいつか死んでしまうっていうことを知るわけですよね。うん、それっってやっぱりものすごく恐怖なはずだし、うんあの 大きなな衝撃なわけですよね人生にとってうん、うん、でそれをやっぱり死が死が一つの終わりではなくて生き物としての、うん、その先に更に近い時間が続くっていうその天国であったり、うん、時刻であったりあの世であったり、うん、っていうような形でそういったその人間にとっての恐ろしい衝撃を和らげてくれる世界観としてある装置として宗教というものがあったはず、うん、あやっぱりそれは宗教の持ついろんな役割の中の大きな役割なわけで。うんで でもそれがやっぱりどんどん失われていく過程でもあるんですよね近代っていうのは。自分自身が信仰を持ってないですしやっぱりそうなってくると自分がいつか死ぬっていうこととやっぱりどうしても向き合わざるえないしやっぱり宗教ともながあっても人,に人間にとってそのいつか自分が死ぬっていうのって大きな問題だから、うん、だから芸術家が何度も何度も繰り返し死っていうものを題材にして絵を描い,てきた,その絵を描いたり演劇を作ったり音楽を作ったり小説を描いたりしてきたわけでやっぱりそれが一つの「目面とぼれ」っていうジャンルだと思うんですけど。はい やっぱりその死をどう描くかっていうの中では自分にとってはすごく大きな、うん、まあ,ある種モチーフで、うん、あので話がちょっとすぐ止まりしたんですけどじゃあそのどうやったらこの私たちに訪れるし本当にそれは本質的には理由もないし人が死ぬのに理由はないし目的もないししかも突然、まあ、ある種自然災害なんかそうですけどあの突然 不意に訪れててくるるももののでもあるっていう詩をこの映画の中での表現の中でいかにリアリティを持ってそのスクリーンに描き出すかっていう正確に描くかっていうことを考えたときにそのタ太君が死ぬっていう出来事が起きる前にできる限りそれとは全く関係のない苦戦を物語をエピソードを張り巡らしてそれらを全て一気に断ち切るかのように死が訪れるっていうことで私たちの人生に突然訪れてくるし意味もなく目的もなく訪れてしまうしというものを エんセリンにきちんと描けないかっていうところがあったのでうん、うん、それでとにかくその前半のおいては、うん、その一見それともうドタバタコメディーのようなある種コントのようなエピソードをたくさんつけ出していくっていうその中でなんかシスターっていうのも出てきて、ね、でそこで前半であの関係性を描いてじゃあその後にじゃあその関係性がどう後半に生きていくかっていうところでまた物語を考えていったっていう。 すごい納得しました,ましたそのでも、はい、そう前半であの映画を順番に見ている段階でいうとこの「シスター2人はなんでやねん」になるんですよねそのまさにおっしゃったドタラバ,、はい、バタコメディ、はい、ナンセンスになるんだけども事後的に強烈な意味を持ってくるっていうことですよね。今その深さんがおっっしゃったような ことが、問答が、実はその秋恵さんに、こう宿っていくという。流れがまたちょっと後で、それもお聞きしたいなと思うんですけども。ちょっと余談なんですけど。パール兄弟の世界はゴーネックス。選挙区は。あ、あれはもう、あの、もう、理由は明快で、やる奥さんがカバーしてるっていう。なるほどね。またね、そのカバーがいいんですよ。だから、全部そこで固めていった。全部ではないんですけど。あの。 あまあこの二つ、ここだけ。そこ,この二つはそうですね。あの、戸建さんが歌ってるのはまた別の歌なんで。紫ぶ<節>紫武士っていうもう、相田全坊さん。これはなぜですか。はい、これは、えっ、ー、と、あの最初はと作者不詳の歌にしたいっていうのがあったんですね。うんうん、やっぱりその、えっ、ー、と、映像の中でその子供が死ぬ,死ぬっていう死のイメージの中で重ね合わせて、うん、そのある種大砲みたいな形で使う音楽、うんく、まあある種よ これはああるる意味よくある方法だと思うんですけど悲しいリコードが起きている後ろで非常明るいシエーションがなっているっていうまあ黒澤明さんの「生きる」でも本当に使われているようなあ,のある種典型的な手法だと思うんですけどある意味その典型的な中央こうでやろうと思った時にでもやっぱりその死のイメージをその歌に与えてしまうことにもなるのでまあそれで安全さんの歌だったらよかいいのかって問題は申し訳ないそうだったんで本当に申し訳ないっていう感じなんですけどまあでも作者不詳のかなり今まだその 曲が現役の、なんか当社が生きている、現役の歌謡曲とかに。その死のイメージっていうのを与えてしまう、だから本当にそれこそ。候補としては、そのなんか八十年代90年代からヒットしている、あがる曲。とかを、最初候補に上がって歌謡曲も上がってたんだけど。やっぱりそれに、子供の死っていうイメージが、やっぱりセットになってしまうのは、うう曲に対してはやっぱり良くないだろうっていう。じゃ、終って、もしくは匿名性っていうのは。匿名性の、できるだけ匿名性の高い曲にするっていうことで、昔のああいう。 本当に古い曲にしたっていう感じですね。カバーってことでいうと僕そのソウルフラワーユニオンが紫節カバーしてたのでなんかそういうあすみませんそうなんあれそうなんだそれは自分の勉強不足ですいやいやそんな別にそんな勉強いらないんですけどそうだからなんかアゼンボウにもちょっと意味があるのかなと思います。まあまあただ透明性っていうことだ。そうただそういったデムロさんじゃないと大島まなぎさんと取るねあのあの日本新覚覚とかね。実そこら辺に結構絡んでる名前でちょっと政治的なオペけ なんだだっけ、オッペケーペーだった。あ、そう、そう、なんかいろいろと、お金の歌とか歌ったりとか、面白いんですけど、いや、まあ。すいません、そんなイメージを付与したら、申し訳ないとか言いながら、ちょっとそのソイダーズエムエさんっていう曲を見つけたときに。ちょっとその力が面白いなと思ってしまって、選んでしまいました。そうか、そうか。すいません。じゃ、でもよくわかりました。ちなみに、あの、田口友郎さんが元バチかぶりという。はい、はい、もうすごいですよね。そう、だから、その紫星歌っていうのが面白かった。いや、ね、じゃ、みんなからしたら、なんでそこで、ウェルスウェルス。 田口もださんに歌わせるんだっていう,ようなところもあると思うんですけど。<laughs> いやいや、素晴らしい。ばしかぶりね、素晴らしいですね。オンリー優とか最高ですよね。あもう、はい、さすがよくご存る。はい、<laughs> そうなんですよ。それで、あのー、そうそう、ここでね、だから、その、まあ、死、はい、の慶太君が。お風呂場で足をすぶらせて、転落、お風呂には、まあ、水が張ってあったまま。まあ、ちょっと小学生の息子がいる身としては、もう、本当につらいし。 何もやってくれてんだつらいし面目ないという感じです。いやいやなんですけどね。その後まあ無段地の上のあの青空飛行機雲が映って黒画面がグッと入るピリオド。はい。その後あれ取調べ的なパートってことですかそうですね。まあああいう事故が起きた時にその事件性があるか事故なのかってことを調べてみめまあとりあえずその警察の取り調べがあるっていうあるものなのでまあそのシーンになります。 あそこでまあその妙子さんや二郎さんをぐる関係性の整理が実は明確にできるようになってるという、はい、まあ、うん、一応それまでも一応なんとなく不われとは分かるようになってるんですが、はい、一応そこでもね情報として出しちゃおうという、うん、でもこれは素晴らしい流れだなと思いました、はい、で妙子さんを取り調べてる、はい、あの女性の方が、はい、すごく若いのがちょっと気にあ、はいはい、なんかなんとなく気になる。はい あの年齢設定とかってのは別に決めてなかったえっとあの年齢設定は最初はそんなにはっきりと決めてなくて刑事2人がそれぞれ別個に取り調べをしてるっていうことででオーディションをしていく中でお二人内山修介さんと井上みな実さん井上みな実さんって実は天然団の方で自分の映画でも前に出てもらってるんですがオーディションでいいねってことになったんですけどまあただ聞いてみたらやっぱりこれちょっと。 で一応自分が調べた聞いた範囲ですけど、うん、やっぱり刑事で結構年配の男性と若い女性ってコンビでやるっていうのは結構あるって話だし、うん、やっぱり妙子は女性だから、うん、やっぱり女性が当たるっていうのはまあ自然だっていうような、うん、一応交渉で調べたら話も聞いて、うん、じゃあこうしようっていうことになりました。うん、そうなんかその太、はい、子の方が年上感っていうのが、はい、あのシーンちょっと変なおもし、はい、皮肉というか面白みがあるなというふうに個人的には思って見ていました。はい でそのまあ、ここでその太古の前の夫慶太君の父親が、はい、え慶太君がもう小さい時に家出して、はい、それっきりであるという情報がガツッと加わって、はい、あなるほどそうなんだと。でここでさらにまた人展開がやっぱ起こるんですよ、ねはい、その慶太君のお葬式の前にやっぱりその自分のところのお風呂がちょっともう使う気になれないからということで次郎さんのご両親の部屋のお風呂を借りに行く、はいはい、という新たな日常の習慣が。はい はい、加わる、はい、でその時にお父さんお母さんの部屋のラジオから初めてラブラブイフが流れますよね、はい、ここで使われたのは一度流したのはその心は何ですか,えとなんか2回流そうというのは決めていたんですが<あ>一番最後にドーンとくるよりは一、うん、回この現実の中のこの劇世界にある歌ということで一回流しておきたいっていうそのある意味背景として。うん、っていうのがあって結構それは直感的なさじ加減で。うん あの理由は何だろうというとあんまし思い込まないんですけど直感だったこ,こ,、はいはい、これは結構直感感覚的にここで一回流しとこうっていうさじ加減ですね結構そういうのは多いですやっぱり脚本を作ってる時ってどうやったら面白くなるかよ、うん、くなるかって粘土をこれくり回してるようなもんなんで、うん、ここをちぎってこっちにポッとつけようってやった時にその時にはもう直感的にあのこれくり回しただけないけど後からあ、うん、これってこういう意味だったんだなっていうのが分かるってことが結構あるので。 っかそういう資本家がや深田さんのようなかなりもうロジカルに固めていくタイプだと思うんですけどでもやっぱりそういう飛躍っていうのが感覚的があるあ,あ,ありますあります。とかあってほしいと思ってますむしろ。それがあるからでもやっぱ面白いんでしょう、ねはい、だというんですけどでもこの妙子さんがお風呂を借りに行くっていう展開がすごく面白くて、はい、あのそういうことご両親との距離が変わりますよねそうですね。うんうん、これも 本当に脚本の初期の頃は銭湯を借りに行くっていう設定だったんですけどあ全然そこから向かいに住んでる両親の家をもっと生かしていこうっていうことになって。うんうん でそこから多分むしろ両親本当に最初の時では両親でも慶太くんが死んだらほとんど出てこなくなったんですけど、はい、お風呂を借りに行くっていうところでむしろその両親の存在もフォーカスされていったって感じでしたね。うん、すごいここからむしろ上がってきます、ねはいはい、そうですね。<laughs> そこから結構反転していく感じになっていきます。だからさっきのその良き人であろうとか、はい、まああの要するにそのジョーカーみたいな人間なかなかいないみたいな話に、はい、つなげると、はい、距離が変わるとまあ縮まるじゃないですか皮肉にも、はいはい、そのご両親と太古が、はい なんかやっぱりちょっと変わってくるんですよねご両親の見え方もねその距離によってそれはちょっとまた後でお話ししたいんですけどもお葬式が始まるもちろんみんな黒の喪服姿の中にいきなり黄色いシャツの男が乱入してくるこれが砂田友さんを太鼓の元夫で深田印のビンタが本当に暴力でごめんなさい出ましたと深田。 <印>出ますねなんかね本当にいや毎回どっかで出そうと思って場所してるわけで,ないでしょもう <laughs> ないんですけどこれでもこのビンタっていうのはでも多分これは結構本当に初期の段階から脚本で出会った時に、うん、まずいきなりそのパンって体、うん、太鼓,太鼓まあ最初の名前も決まったんだけど妻がその帰ってきた夫に叩かれてそれでなんかあの関係が変わっていくみたいなことを考えていたんですけど。 だから別に毎回どっかに出そうとゆこした担当探してるわけではないんですけどもう見る側としてはややジョン・ウーのハト的なそろそろちょっと考えた方がいいかもしれないいやいやでもあっと思ってでも今度は自分自身にもこうフィーチーをガンガンするっていうこの時の妙子さんの木村さんの何とも言えない表情がまた素晴らしかったですありがとうございます妙子さん初めて大泣きする本当にワンワンなこと で黒画面、はいうん、この夫がまああとで白神治さんだという名前だと分かるんですけども、はいはい、なぜ黄色だったんですかえとこれはあのそんなに黄色っていう意味で何か象徴的な意味とか、うん、暗緩みたいなものを全然覚めてるとってことはそういうれまでよね。はい、であのやっぱり色でイメージをつないでいくっていうことは、うん、まあ毎回ある程度そのしたいと思っていて。うん まあこれもやっぱりね宮塚派用の影響でっったりすやぱ風の谷の直カの素晴らしさっていう、うん、あの直カの服の色の変遷だけで物語の変遷が分かるようになってるっていうまあえっとやっぱり啓太のイメージパクのイメージっていうのをどう,こうつないでいくかっていう、うん、だからもともと白いあ黄色いシャツを着ていた啓太くんがその亡くなってしまって、うん、で現れた啓太の父親っていうのがやっぱり黄色いシャツを着ていて、うんはい、で最後みんなであの パクの国にあたいことを行ったとき、うん、先に黄色風船があるみたいな。うん、やっぱりそういった黄色のイメージとある程度繋いでいくっていうことは考えていました。あのケイタ君の引き抜けるお花も黄色でしたよね。はい、そうでしたね。うん、はい。そうだからでもその色彩設計ということでいうとそっか宮崎駿。はい。あとロメールもやっぱりそうですよ、ね。まあちょっとロメールとかまあゴダールも、ね、この間亡くなったゴダールもそうですけど、うんはい、まあやっぱりあのノイブルバークの人たちの鮮やかな原色使い、うん、原色の使い方とか、うん、多分それってまあロメールの 満月の夜にはもうはっきりと壁の稲毛モンドリアンの3色の絵が飾られていたりしてどっかやっぱり原色っていうのっていいですよね映画の中で使いたくなるっていうモンドリアンの有名な赤コンポジションの絵だとかそうあったりしてまあ多分どっかで原色そういったことに対する映画的な憧れみたいなのを持って原色を使いたいっていうのもありつつやっぱり宮塚の色で宮いてるっの色で その物語をこうなんか繋いでいくっていうような感覚っていうのもなんか好きだなっていうのもあるっていう感じです、ねうんうん、でもそれで脚本段階ではないですよね。演出ですよ、ね。演出だかちょうど脚本段階ではあんまり、うん、書いてることもあるかもしれないけど、うんうん、でもでも俳優と話したりとか衣装部と話したり、例えばその黄色っていうイメージが衣装部と話していく中で、多分自分も気がさないところで多分美術部もその黄色っていうイメージを汲み取って、あ,うん、あのもう小道具で準備しているってことも多分あると思うし。 多分自分が気が遣いなしに仕込まれている黄色みたいなものも多分あると思います。なるほどなるほど。そう,そうか、これ面白いですね。はい、で、このパクシンジさんはまあ老舗である。で、さっきその東京では別にないんですけどねとおっしゃったけど、はい、なんかでも北区の夜回りっていうステレオはありませんでした。はいはいはい あ、でも北区って、多分日本中どこで、ある一名なんですよ。あ、そう。はい、もう、僕の中では、東京と北区で,あ本当ですか。<laughs> すみません。いや、あの、比較的、汎用性の高いというか、匿名性の高い、じ、地区にしようと思って、北区にしたんですけど。<laughs> そっか。東京ってイメージはないですね。特に、東京という設定ではないです、うん。ないんですか。はい、ちなみに、あの、団地って、どこなんですか。実際あれ、実際は八王子ですね。あ、そうな八王子なる団地をお借りして、本当に結構、まあ、あちこち、探して。 静岡の方の方とかも候補でもで上がっていてい、ええ、理想的ではないんだけどでもまあここでもいけるかなっていうところがずっと候補であったんだけど、うん、最後の最後に八王子の団地が見つかってもうもう本当に脚本に書いたイメージがほぼそこでもかなえるっていう場所が見つかって結構そういあの探すのは苦労されましたいやたい苦労しましま、ね、とか自分が苦労したっていうよりは制作部の方が苦労したんですけどあのかなりりいくつも回りました、はい、でもほぼその静岡のとこに決まりかけてたんだじゃ そうですね。うん。でもまだやっぱりどっかまだちょっと納得できてなかった。そう、まだいやあのここでも面白いし作れるかもしれないけどベストではないな。でもまあここがベターかなっていうようなところあったんですけど。でもそれ見つかるのとないのと全然違いますよ。いやもう全然違いましたね。本当にこれはもう神様の云運んでやつです。いや本当にロケーションの神様が本当です。おですじゃこの北区えじゃこの公園北区の公園っていうのはどこどこなんですか。パクさんが住んでいるという。 そのロケーションがどうですかロケーションは川崎の方の川崎駅の近くの公園ですねなるほどでこの公園でクさんが暮らしてあれちょっと川崎駅じゃなかったもんですね川崎じゃないの多分川崎じゃないえっと埼玉の方なんでちょっと今駅名忘れちゃいました川崎ではなくて埼玉の方の戸田とかあっちの方なるほど。はい。確かちょっとうろ覚えですけどまあでも東京都北区に近いっちゃ近い近いっちゃ近いかもですね分かりました で、その公園で暮らしていたので妙、はい、子とパクさんが手話で会話を始めるとそこでそうそうここでだんだんその、まあ、パクさんだ韓国語手話なわけですよね、はいはい、砂田さんってそのあの韓国語手話っていうのはそもそもっえとあの 今回のたた。めに勉強ししてもらいま一応砂、うん、田さん自身は韓国で講演したことがあったりとか、えー、あの一応やっぱり韓国書だと日本書は三3割ぐらいは同じ、うん、あそうなんですかベースが同じ、まあ、そこら辺は歴史的に日本の統治時代に書が結構できていったっていう、うん、韓国ういうと,、ね、ということもあったりしてその重なっているところもあるっていうあ<ー>まあは発話でもそうですよね。あの日本語語と韓国語って特的なんか。 ね、全く同じっていう単語もあったりするっていう。というのがあるんですけど、ただ基本的には別の言語なので、うん、まあ、砂田さんもかなり、あの。一生懸命勉強してくださったっていう感じで、うん、だから、あの、そこはむしろ、その、砂田さん。 にオーディションの結果そのあたにしようってなった時点でもともとパクっていう名前ってまあパク・サンスっていう名前が違って完全に韓国出身のお父さんも韓国人お母さんも韓国人で日本に来たっていう設定だったんですけどそれをあの韓国資と日本お父さんは韓国人でお母さんは日本人っていう方に言してそれでいわば日本のルーツも文化的な背景もその経験しできてるっていうまあ設定にしてちょっとこう変えていったって感じですね。ちょっと少し それあのだっっあの先ほどだからその、えー、距離の話で、はい、まああの東京ではないがまあそのメインとなる場所で実家地方、はい、で場所をこうあの距,離を距離が違う場所を見せるためには韓国海を越えなければいけないっていうのもあったとおっしゃいましたけども、はいはい、僕そのえー 太古の、まあ、元パートナーが韓国人の方の設定って思った時に。はいはい、あの、横顔の時にね、はい、なんか、あの、グルフィスのチリユクハナの。お話をちょっとさせてもらったのを覚えてあっておうおうあ。はいはいはい、はいで。チリユクハナの、ジリアンギッシュのヒロインが中国人の青年と。こう、パー、こう田になるんですよ。はい。なんか、それでイメージありました。ああ、いや、今聞いて思い出しました。ああ、<laughs> そ、ね、れは全然考えられなかった。はい、うん。やっぱり、ちょっと距離の問題というところから。だから、うん。 やっぱり最初脚本を書いている初期のまあ初期のというか途中までの段階は韓国っていう設定もなかったので2人で墓参りに行くっていう逮捕の逮捕とその元夫が啓太の墓参りに2人で行って労働組になるっていう設定だから全部国内の設定だったんだけどやっぱりそれだとんか本当に距離感が難しいうまく出ないなっていうのがあったんででもんかこのそうか僕はんかこの延長で。 ちょっと散りゆく花を連想しながらちょっと半分見てましたけども、はい、まあそれは偶然だったと、はい、でこの,あのパクさん、はい、やたらひょうひょうとしたパクさんがあ、はい、まあある種の大物と言いますか <laughs> これがね僕だから「その侵入者シリーズ」ってことでちょっと入っていくんですけども。はい <laughs> あの深田浩二キャラクターのその賃料者ランキングみたいなものを作ったら、もうパクさんはもう王者ですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうごいいや、まあ、それこそ、あの艦隊のね、古舘幹事さんとか、淵仁の浅野忠信さんとも。かなり強力なキャラが君臨してたわけですけども。あの、この二人を足して、さらに、あの、本気の印の浮世も足したぐらいの。 あのすごい人ですよね <laughs> いやーね本当にまあ園田さん自身はこの多分映画で描いているののさらに5割増しぐらいで明るい表ょなな <laughs> うなんの方あの映画の中かむしろ抑えてるぐらいなんですけどじまあやっぱりその夫の次郎長野健さん演じる二郎が比較的ちょっと真面目だというかかい役という設定だったんでその対比として悪力何かとにかく自由な空気をまとったりとっていうようなイメージだったのと多分まあ これ全然こういったキャラクターじゃなかったと思うんですけど最初の頃脚本書いてる時に最初のこはパクっていう名前もなかった元夫の突然失踪してしまって野宿者になってるっていう設定って東秀夫さん失踪の結構イメージと重ね合わせていたところがあったんでだからなんかそのどっかであの自由さひょうひょうとした感じっていうものが結構イメージにあったんですね。 確かに実は。まあ本当に大好きだの漫画。いやあれ最高ですよね。僕なんか締め切り忙しすぎても嫌になった時失踪日記読んでましたなんか癒されるっていう。タバコを買いに行ってそのまま買えてなかったっていう。あれでもなんかそのああいうのってもう完全余談ですけどこのちょっときつい時に読むとすごく癒される。そうですね。いやいやすごいあのうつうつ日記といい。そう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 。全部揃えましたも本当にあれは。 何度もちょっと読み返しちゃいますね。はい、なんか人間結構丈夫なんだなみたいな。だから、あ,うん、あれも結局もちろん、そのね、東さんの背景としては、その漫画、やっぱりギャグマン。が作家としての苦しみとか、いろいろあるんだけど、うん、でも本質的ななんで逃げたのかってわからないし、本人もやっぱり何も言わないんですよね。やっぱりその感覚っていうのがやっぱりパクさんに欲しく。 やっっぱり自分の中の中イメージであってもちろんその実際の作者になったりとってもっと明快に理由がは,はっきりしてると多分借金があって借金から逃げるための夜逃げだったりとかもういろんなケースがあるんだけどやっぱり中には本当に本質的な何で自分が逃げてしまったのか分からないっていう人も多分いると思っていて結構パクさんはそういうようなイメージで。 しかも、本当、東秀夫先生のあの可愛い絵柄で描かれたあの失踪日記のイメージ、実際はね、なんか本当、幻覚見たりとか、いやもう相当だったと思いますよ、ハードだったっていう別のやつもありますもんね、アルチュービオそトもう全部読まれてるんでけど、だから、それすごいなと思う、だから破格の人物として出てくる、最初は分かんないですけどね、そこまでは。はい でやっぱり僕そのそうそう本気の印の時にこれはそのファム・ファタールもののように見えて違うみたいなお話されてたと思うんですけども、はいはい、僕このパクさんに関してはそ,のそういうこと妙子さんにとってはかなり運命の男っぽいふうに見えるんじゃないかなっていうふうに思います。むしろこっちの方が、はい、あのファム、はい お、小樽的な、キャラクターじゃないかなっていうぐらい、ちょっと破格。で、あの、で、先ほど、その、妙子も侵入者である。まあ、た、あの、君ともに、言いましたけども。その、侵入者ランキングとして、やっぱり弱くて。あの、どっちかというと、その、横顔で、あの、筒井真理子さんが演じられた、一子とか。そして、やっぱり、まあ、浮世の系譜でもあるんだけど、まあ、一子に近いかもしれない。はい、はい、はい。確かに。どっどっかで。その、なんだろう。 やっっっぱりとまらなきゃてて思っているところがある人物そうですよねしかもその一行、はい、っていうのは、まあ、あの訪問看護師として確かに確かにそういえばそうだそう, <laughs> そういえば今言われて気がついたけどあそうですか <laughs> そう<だ>そうそう,そうです。言ったら似てるんですよね、はい、確かに他人の家族の中に入り込んでいて、はいはいはい、やっぱ他者をケアする仕事なんですよねそうあの他者そう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 そっそう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  あなたたが家族を破破壊壊したっっててていう具合に破壊される似ますでこれってやっぱりこれはそれこそ横顔とか本気の集の時にお話しさせてもらったと思いますし、はい、深田監督ももう本当何度も語られてると思うんですけどもやっぱりその過不調性だとか、はい、男性有識社会と旧来の家族間とかの,そのねじれた犠牲者の系譜であるっていう、はいはい、あまあそうですね、うん、あの犠牲者とどこまで生きれるかはあれなんですけどでも妙子さんのイメージとしてはやっぱりあのどこかで。 誰かとの関係性の中で自分の立ち位置をやっぱり結構確保していきたいと思っていてそのやっぱりパクさんの被護者であるものを自分が守らなきゃっていうケアしなきゃっていうパクさんの被護者であるとかその誰かの夫であるとかその誰かの母親であるっていうそういったその誰かとの関係性の中で自分のある意味立ち位置みたいなものを得ていきたいとかそのいろんな今回の,その映画の中で一つ一つがどんどん剥ぎ取られていってで最後やっぱり守る。 パクを守らなきゃっていう、うん、あの私が守らなきゃと思っていたらパクも実は別に自分がいなくても一人で生きていく強さを持っているっていうようなことになって <laughs> そ、ねうん、本当にそのリセットされていくっていう、うん、本当にそ,のそういったことからゼロになったりとかじゃあそれでも、まあ、そ,れそれは孤独かもしれないんだけど、うん、その近くにいる人とどうやって、まあ、生きていくのかみたいなだましだまし生きていくのかみたいなふうになればいいなっていう感じでしたね。うん、ねこの太鼓さん 木村吹のさん素晴らしいですよ。はい、良かったですね。めちゃいいなっ初めてやったんですけどね、お仕事今回。ね、あのだから今おっしゃったことでいうと、太古ってちょっと辻君っぽくもあります。ああ、なるほど。この本当の本気の中心見てないってう。何がなだかって。う。今ネットリックスでねやってるんで見てください。あれは本当見た方がいい。でもそういうことですよね。そうですね。その関係性によって自分の立ち位置を決めていく。その意味で次郎と 太鼓っていうのはちょっと似たところがあるっていう方はできるまあそうですね。はい。太鼓っていうキャラクターは結構最初からあのさっきねあのパクさんが砂田さんののという固有の個性の影響があるっていうのとおっしゃったと思いますけども、え太鼓に関してはいかがですか。脚本通り。えっとややっぱりその木村さんにお願いした段階でちょっと変わりましたね。どう変わったんですか。セレウとかそういうとものはもう基本的に同じなんですけど、やっぱりその。 最初木村さんは本当にもうあのみんなでもう候補を出し合って太鼓、うんええ、役誰がいいかって言って、うん、うわーって仙台写真をたくさん並べた中で、うん、一番「あのこ,これと太鼓っぽい」って思って、うんうん、で会いたいって言ったのがその木村文乃さんなんですね。<あ>でお会いしてでやっぱりその写真のすごい柔らかな、うん、あの女性的なイメージよりも非常にそのすごく強いそのや柔らかなイメージよりも芯の強い。 その印象があって、うん、そのまあ女性的っていうのもちょっと違いますね。そのやっぱり写真に柔らかなイメージよりもすごくもうサボサボとした芯の強いイメージがあって、うん、でそれがまたちょっと面白いなと思ったんですね。これね、はい。あのー 僕ね木村文乃さん取材を一回させてもらったことがあって吉田圭介監督の「ブルー」でおっしゃる通り柔らかな印象じゃないですかメディアを通してすね。ご本人に合われた印象かなりそりとなった印象ちょっと僕も違ったんですよ今こんな勝手なこと言っていいのかからない取材の印象でその感じが実は僕「ラブライフ」すごい出てて。いや 変わりました、ね、だからその太鼓っていうキャラクターがその木村さんに伝わることによって、うん、多分そうですよね、はい、もうちょっと最初はある種ちょっとその内気なというか受け身なキャラクターのイメージ、うん、受け身なキャラクター例えばそのお父さんから別にお父さんからあの暴言を分かれて、うん、それに対してそれを消してくださいっていうのは脚本通りなんですけど、うん、やっぱりもうちょっと受け身なキャラクターが何とかそれをこう言葉にして伝えるくらいのイメージだったのがやっぱりそれを木村さんはすごく本当に毅然としてそれをやっぱりはねのけるっていうような。 感じになってやっぱりその時の表情がすごい素晴らしかったんですけど木村さんの,自然のいやあの表情は本当すごいあの、はい、きっと相手の目を見て友郎、はい、さんの方もうこんな感じじゃないですか、はい、<laughs> あの独舌吐いてんだけど、はい、もう目見,見ないようにしてる感じで、はい、木村さんの方がきっと見て取り消してくださいってバ、はい、ッと言う、はい、なんかすごいその硬質だし主体性があるし、はい、ハードボイルドな印象なんだけど、はいはい ただその関係性で動くうこの矛盾がででで出るっていう味として出るっていう感じになってますよね、はい、だから太鼓はあれだけきちんと自分の意見を言える人だし、うん、まあ,ある意味二郎だって、ね、料理は自分で作るみたいなそのぐらいのことはする人だし <laughs>、うん、でもそれでもやっぱりその歌舞伎の圧力っていうのはその二人の目の下てかかっているっていうようなしやっぱり何かあった時にそ,んそれほど。 アッシの強さを持った太鼓もあるシポッキリで折れてしまうっていう。やっぱりその大変っていうのは多分その木村さんに質問だったからこそより強く多分出たんじゃないかなというのは感じてます。いや素晴らしいと思う本当に。うん、いや本当素晴らしかったですね。そうだからそのパクさんがちょっと本当違うリアリ、はい、違う世界線のリアリティというか、はいはい、まあ本当不実味というかムキスな感じじゃないですか。でパクさんが侵入してきたことでその僕もやっぱりこれ恋愛特に パクさんが入ってきたことで本敵に,になっていくであの朴妙子二郎の三角関係が形成され二郎は元カノの山崎さんにヨロヨロと揺れ戻ったりするでこのちょっとお聞きしたいのがやっぱこの映画が恋愛映画的になってきたことでその二郎のパーソナリティが問題視されるいかはい、はいはいはい、<laughs> あの。はい やっぱりその辻君の系譜っていう感じはすごくしますよねうん、さっきまで言っように、はい、で彼って市役所の福祉課の主任なんです、ねはい、そうですねお堅い仕事ですね、はい、お堅い仕事ですよね、はい、だからこれ本当いやよくできてんなと、はい、<laughs> できてんなというかれあれだけど、はい、思ったのは彼との,あのご両親、はい、似てる ああ、はいはい、やっぱあの、良き人であろうとして。はい。実際優しい人だ。そうですね。うん。ただ、なんか空っぽですよ。ああ、辻君っぽいかもしれない。そう。空っぽ感は。だから、その。他人のニーズとかに、こう合わせる。関係性の中で決め、立ち位置を決めて、生き方が決ま、決定されていくっていうのは。その次郎。と、あの、妙子さんっていうのは、ま近しいポジションなのかもしれないけど。あの。 そういうことを木村さんが演じたこともあって妙子ってやっぱりかなり戦闘的主体の匂いもすするわけですよ、はいはい、ただその二郎はやっぱりこの結構その主題の一つになってくると思うんですけど、はい、その疑問が生じると人の目相手の目を見なくなるっていう描写言及があってこれが実はすごい大きな主題として上がってるんですよ、ね。となると二郎のパーソナリティすごくやっぱ重要じゃないですか。はいはい、いかがですかこの二郎に関しては えっと、児童に関しては、うん、いや確かにその、あのー、なんだろう多分やっぱり主体性がやっぱりどっかで弱い人物として、うん、そのカウチョウ性の中でのなんかこう生き方を決めてきた人物、うん、それを受け継いできて生きてきてる、うん、ただもちろんその時代に合わせてそのなんだろう本当に本当に昭和のお父さんみたいな振る舞いはしないんだけど、うんうん、でも、あのー、どこかで多分自分のいや 自分の中での,その二郎さんって本当にある種は平凡さを持った人物だと思ってるんだけど一般社会なのでやっぱり部下に対してもちょっとなんか、うん、そこではやっぱりすごい死人の顔として部下を結構、うん、あの多少歩くではないけど別に仲はいいんだけど、うん、でもその部下をちょっとこき使うようなことも平気でできちゃうし休日に呼び出してみたいな <laughs> <に> <laughs> こともできちゃうし、うん、しあのやっぱりパクが戻ってきた時にもどっかでやっぱり彼はその自分自身が逮捕に こととパックう許してあげるわけですよそれはどっかで自分自身が許してあげて合わせてあげるっていうような多分そういったやっぱりどっかで上からのマウンティングみたいな彼なりのマウンティングなんですよねなるほどだと思っていて彼なりのマウンティングをしてみたらでも思った以上にパクとそのいやパウンティングをして許してあげてみたものの実際に直に2人が話してみてるとなんかもう何かこう。 蚊帳の外、ね、のそうになって、うん、やっぱりすごくその黒い情念みたいなものが湧き上がってきてしまうっていう <laughs> <あれ S 2> そういったプレですあかあれ彼なりのマウンティングなのか <laughs> そうちょっと分かりづらいんですけど <laughs>、うん、自分はそういうつもりではいましたああでも面白いですそれはすごい面白いな、はいはい、ちなみにあの,そのお父さん田口智郎さんと妙、はい、子さんが結構距離いつしか縮まってるんですよね。昔のアルバム見てるシーンがある であの「今日二郎は?」ってお父さんが言ったら「はい、あのもう妙子さんがそのもううちのお風呂でいいみたいです」って言ったら「はいはい、お父さんがあいつらしいね」って言って妙、はい、子さんが「はい二郎さんらしいです」はいはい、このらしい二郎さんらしいの心はん郎えー、っと、うん、そこどういうつもりで書いたかな <laughs> それは。うん、あのまあやっぱりその二郎さんはやっぱり二郎次郎さんは、うん、多分妙子でもどこかで現実的に でも物語をきちっと一つずつ前に進めていかなきゃと思っている。あそういう感じか。あのキャラクターなんじゃないかなと今思っているんですけど、どうですか、作者のあなたは。はい、でもどっかいやいや作者のことが全部じゃない。<laughs> いや、はい、でもそれこそ、はい、その距離っていう問題。はい、だからその目をちょっと見ないようにして、はい、あのなんかその合理的な距離を取って物事を現実的に進めていく。はいはい、なんかやっぱりその距離っていうところとやっぱりこれもかなり絡んでくるお話なのかなと思って。はいはい こので、その妙子とお父さんは、次郎が持っている、あの。ちょっとどっか冷酷な距離感を、共有しているシーンなのかなってうう。それはすごく、あの、言えると思います。あ、そうですか。はい、どっかで、そこはなんか、うん、ドライに向き合えてしまう人っていう。そう、ちょっと悪口ですもんね、はい、これ。<laughs> あ、確かに、そうと思いますね。<laughs> そう、あいつらしいよね、はい、なんかもう、入れちゃうんだみたいな。感じ、受けました、はい。はい。その後、そのベランダで、タ妙コとお母さんが話して、はい、お母さんが。 あの教会に行っているという。え実はそのこれはケイタ君の亡くなれた後です。後ね、後ですね。あの多分あそこにたまたまいたシスターから誘われたんと思います。やっぱりそうですよね。で、その前のあたりちょっとパンフレットを置いてるシーンがあって、あれがまあ付録このホップステップジャンプじゃないけどで入信されていて、でここでベルイマーみたいなんですよね。ベランダで神の存在あるいは神の不在についてあの急に 明江さん語り出すみたいな、まあ、そこは結構やっぱり自分にとってすごく深刻な題材なんで結構そこは何だろう結構自分の画が出てるところかもしれないですさっきだから語られたところと、はいはい、もう一つのだから同じシーンを見てるみたいでしたね、うん、やっぱり自分これは本当に作り手である自分にとって本当に一番もう避けたい、うん、ある種本当に四六時中こう突きつけられている問いなので、うん、やっぱり自分自身の死とどうやって向き合っていくのか、うん、でも自分自身はもう 自自分自身はも信,仰に信仰に戻ることもできないっていう中で何、うん、とか騙し騙しそのことを忘れながら生きていくしかないんだけど、うん、誰もがいずれ向き合うことになってくるわけですよね、うん、もうその自分自身の死っていうものと、うん、あのやっぱりそれは本当に深刻な自分にとって深刻なクライシスなので、うん、もう映画の中でもつい出てきてしまうという感じで皆さんお付き合いいただいてという感じで思いますこのそのに恵さいう。でもねそのメメ 文学や哲学は無力っていうことをおっしゃってるじゃないですか。それもちょっと本音としてあるんですか。えっと、どっかであります、ね。文、あれまで確かに科学や哲学っていうっ。あ,あ、ごめんなさい。科学か。まあ。そう,そうですね。あれは自分の中での結構本音がちょっと出てしまっているところで。うん、いや、武力とまでは言い切れないんですけど。うん、やっぱり、そのこと。し、あるいは、そのいつかし、自分自身は死という虚無。とどう向き合うかっていう。うんうん、あの、こと。もうそこで。ある種、本当に。 生きることを全てもうそこで終わ,終わりにしてしまう死というものとどう向き合うかっていったときにやっぱりそこで宗教を成させてい役割ってものすごく大きいんですよね。うん、本当にあに本来終わりである死の先にまだある種生が続いていくっていうそのあの世が天国っていう形で時刻、うん、でさえも継続という意味ではあの救いかもしれないと思ってるんですよね。時刻が存在するっていうことを、うん、思えるだけでも、うんで。やっぱりそれをものすごくその ある種理性を理性的な存在であるその人間人類に対して信じ込ませるってものすごいいわばある種ある種巨大なファンタジーを信じ込ませる宗教の力ってものすごく強いと思っていてそのために多分日々の教理的な日課だったりとかある種その文学宗教文学だったり絵画だったりそういったものす全てそこに奉仕してると思うんですけどでもそれをじゃあ,まあ近代以降やっぱりどんどん力を失っていってもちろん宗教今でもある種新興宗教をどんどん 生ままれてますけどでもある種信仰を信仰じられないい存在っていうのも増えてきたわけですよね、うん、じゃあ科学がそのこう発達してたけどじゃあ科学はその人間がいかに死んでいくかっていうそのメカニズムとして人間が死んでいく過程っていうのを解明できるしその死と何かっていうことを説明できるかもしれないけどじゃあその死んだ先に何があるのかとかそのあるいはその死,の死に対する恐怖っていうものに対して 答えを出ししててくるわけででないんですよね、うん、そこに対だから哲学はそういった意味ではある意味宗教に代わって何か大きな力を持ちえるかもしれないけど、うん、でもやっぱりあの宗教の宗教的な世界観の持つ、うん、その仏教にしてもキリスト教にしても、うん、あの巨大なものすごく巨大なリアリティのあるファンタジーを作り出せるほどの力というのはなかなか持ちえないっていうでもその繰り返すけど自分はもう私個人はもう信仰に戻ることはできない。 この絶望感っていうものはやっぱりすすごい深刻でよねこうやって今笑いながら話するけどでも本当に笑えないような日々の向き合い本当に日々だましだし生きてるっていうやっぱりそのことを毎日毎日そんなことを考えていたら本当に心は壊れちゃうからもういろんなことそれは趣味かもしれないし仕事かもしれないし恋人かもしれない家族かもしれないある意味それは宗教かもしれないそういったものから目を何とかそらしながら。 甘し甘し生きていくんだけどでもふ,た瞬間ふとした瞬間本当に闇がぽっかりと穴を開けてもう常にそばにいるっていうような恐怖感みたいなものがやっぱり常にあって、うん、でそんな自分が映画を作ろうとすると何かああいうシーンが生まれてきてしまうっていうで、ね。でも今おっしゃったこととこのベランダのシーンは多分これからこれ以降の深田浩司研究にはすごく重要なシーンになっていくんじゃないかって思います。はいあ あの要するにその宗教というファンタジー、はい、ある種でも思考停止で持って行ってくれるファンタジーですよね。はいはい、つまりその哲学が救いにならないので、やっぱ思考を止めないからじゃないですか。思考を止めないと発狂しますよね。いや本当に考えても答えの出ない、<う>救いの出ないといってのは世の中で存在、まあいやこれは自分の個人的な見解ですよ。よ、うん、別に哲学者に喧嘩するつもりはないですし、い<や>個人的見解だけど、うんうん、でも。 自分はなんで一人なんだろうとか、はい、自分とは何なんだろうとか、死ぬって何なんだろうってことを考えすぎるのって、多分。気おかしくなりますよね。でも、本当にまあ、そういうこと、ニーチェとかもそうだけど。はい、僕もある時期、あ、哲学者って発狂するんだなって、うう思ったことがあるんですよ。<laughs> はい、でも、はい、そうですよね。そういう問いがでも、ここに。はい、あの、なんか、新興初心者の昭恵さんに、の口から語られるっていう。はいはい、うこれでも、そこまで、なんか、ちょっと。 露骨というか、はい、生っっぽくやったのって初めてです、ね、まあかもしれないですこんなにエイヤというちょっと入れてしまったという感じもちろん最初はねあの本当にこの村ラタ作った中でその両親の存在っていうのも、うん、お風呂場を部屋で借りるっていうことになったことによってクローズアップされていく中で結果的に出てきてしまったものなんですけど、うんうん、やっぱり結果的に出てきてしまったものだからこそ多分自分自身のなんか世界観だりある自分自身の恐怖していることの本質みたいなものが出てきてしまうっていうのもあるかもしれないしあとやっぱりその。 まあこういうのってその本当にある意味新興宗教に狂っていくっていうそのあの年配の人っていうのってある種の類型として描かれかがちではあるんだけどかりますやっぱりもちろん新興宗教の持つそのなんかある種の新興宗教の持つ全部じゃないですよこうえぐさみたいなものっていうものそ,のそれこそ。 徒かからどんんだだけお金を巻き上げるんだとかですよ、ね、そう本当にそのビジネスになってしまっているようなもののえげつなさとかもちろんそ,それは別にそんな信仰宗教に限らずキリスト教だって仏教だって、うん、どんな宗教だって歴史を見てみても本当にもう血まみ,血まみれだしその差別とも結びついてるし本当に大変なことなんだけどでもその信仰にしか救いを求めれない人間っていうのはやっぱり一定数いて、うん、やっぱりそういった信仰心っていうのは本当にそのシニカルに シニカルな視点で無理にできるものではないっていうふうな思いもあるので、ああいう昭恵さんの描写になったって感じですね。このベランダのシーンは、だからこのラブライフのちょっと特異点として、ちょっと本当印象深いです。で、本当に、あの、日本映画で、こういう、そう、まさに、その熟年の女性の方が、お母さんが。宗教に走ると、走るとなった時の、本当その進行形、坪かった運動みたいな話にしかならないことには。ちょっと僕も、あの、やや不満を持ってたので、すごく。 素晴らしいシーンにな、はいとあ,ありがとうございま,すまあ菅野美鈴さんのねまたね演じ方が素晴らしかったからほん、ね、にこれはもう功を大にして言いたいですけど、ね、菅それこそまあ、あのー、太子というキャラクターがその、えー、と木村さん演じてもらったことによって変わって、うん、そのいわばパクという形も砂田敦さん演じてもらって変わっていった、うんうん、振り幅でいったらある種明江というキャラクターは菅野美鈴さん演じてもらったことによって 変わっっっったたた振り幅ででででら一番多分広いすすすそうかかもと違んやっぱり脚本に書いてる時でやっぱり脚本で書けるある意味脚本で書ける限界みたいなものなんですけどやっぱり優しそうな顔をして毒なることを言ってしまう女性だったりとかだったりとかいきなりイタが死んだことに対して「えそんな困るわ」って嫌なことを言ってしまうってもちろんそれ以上のところに行きたいってのはあったんだけどただ脚本で書ける書いてしまうとやっぱりそこら辺っていうのは。 なななかなかできないしじゃあ演じてもらってどこもで,できるかなっていうのはもうやってみないとわかんないなっていう感じだったんですけどそれをやっぱり菅野さんは本当にその悪意があってその悪意があって悪意になることを言うって感じじゃなくて、うん、本当にポロッと本心としていってしまったりとかあるいはあの圭太くんのご遺体を部屋に運ぶ運ばないとき時にそこに対して急に拒否反応を示してしまうっていうのを本当にその 悪意を持ってて言うじゃなくて本人がパニック状態の中でパニック状態の中でもう生理的な不快感がもう言葉になって出てしまったっていうような風加減で演じてくれて結構あのロビーのあのシーンというのは自分の中ですごく重要であれが結構最初のシーンで撮影の初期の段階での実はシーンだったんですね。圭太君が亡くなることは結構後半の方で撮影していて順撮りではなくて実はちょっといろんなあのスケジュールの都合とかロケーションの都合であってそうすればいなくて。 でしかもあの家族5人があの初めて揃ってあの演じる家族4人があの四人があの演じるシーンだったのでどんな感じになるかなと思ってたんですけどそこであの菅野さんのある芝居が出てきてこれで本当にそのある種ステレオタイプなその家族像っていうこれから一歩ちょっと外れることができるっていうふうに思えたシーンでしたね。これはは重要でですすね、はい、本当に素晴らししかっったた、ね、今深田さんおっしゃったのはそうご遺体を、はい あの部屋に運ぶってなった時にお母さんが「あそこはお父さんと私思い出の場所なんだ」ってあそこですよね言っちゃうっていうあそこから始まった、はい。でこのベランダに至るというすごいすごいですねいやでも本当やっぱすごい映画だなと思いますでご両親が引っ越す、はい、二郎さんそれを手伝いに行く、はい、ここでまた大きくヒット展開が、はい、展開が大,大きい <laughs> はいすみませんね本当にも, <laughs> <laughs>、はい、もうねここで妙子さんが猫をいつの間にか猫を連れたパクさんを次、はい、郎の両親の空いた部屋に勝手に住まわせるというねここはね実はちょっとあの多少飛躍になってしまったところが脚本でもあって実は撮影もしていたんだけど、うん、カットしたところがあってあそうですかいやもともとこういったそのしゃ支援の一つの仕事として、うん、シェルターっていうのがあるんですよ。 野宿者の方を住まわせる実際に実は自分もちょっとお手伝いしている野く支援の団体があってそこでプレスチのシェルターがあってそこにやっぱり希望者はアパートとか引き継がれていて住まわせてもらってその住んでる間に生活を整えてその次の仕事を見つけてみたいなことがあって実はその前に一つこのの子の団体が持っているアパートに一回その。 パクさんんが住むだけど、でもパクさんがそこに猫を連れてきちゃってそれでその大家さんと喧嘩になってまた出ていってしまってそれで仕方がなくある家に自分たちのたまたま両親がいなくなったということもあってそこにいろんな太古にはいろんな思いもあってそこに住まわせるっていうような実はワンクッションあったんだけどそそののクション全部編集でカットしちゃってそれななぜんですかそれはもう全体のリズムの問題っていうのとちょっとやっぱりなかなかその。 背景その野宿支援の背景とするのシェルターがあって、うん、そこで住まわせてワンクッション置いてからそこに来るっていう流れがその方がある種のリアリティは出るんですけど、うん、ただそのリアリティとっていうのが非常にやっぱり周りくどもあるしちょっと非常にやっぱり言い訳のように思えてしまうその説明非常に説明的になってしまったのであとなのでもう編集の。 シルビーさんという、そのフランス一緒やった印象のシルビーさんと話して、もうここはええやしてもカットしちゃおうっていう。ことになった。あ <laughs> りました。いはい。それは。はい。とした方が絶対いいと僕も。思います、はいはい。今自分もカットしてみて、すごいすっきりしました。<laughs> はいここ。そう、ここで、だから、この見る側の想像力、やっぱ起動するというか。 いいいや、太鼓や太ばいななみた結果的にはゴールは一緒なんですよ。太鼓ははシ,シェルターでで自分たち NPO そっていうのは太子にとっても言い訳で、うんね、本当はその元夫身近なところに置いておくっていう、ね、置いていく中でその自分自身の,そのケーターとの指導を見き合わせるみたいな、うんうん、ところが目的なんだけど、うん、いきなりそこには本来は置かないでワンクッションを置くことによって太古も世間に対する多分何かしら言い訳をしていたっていうような描写があったんだけど。 それが、もうすっぱりなくなったんで、いきなり連れてくる、やばい対抗。そう、もう、そのやばさが、増幅されて、強調されて、迫ってくるんですよね。<laughs> はいはい、あ、この人、<う>あ、だから、N. P. O. で、働き出したの、パックスを探すためとかす、ねはいあ。そうですね。そう、もとそういう設定もありました。だから、そういうのがね、はい、もう、いきなり来て。特に、あの、手話で、もちろん、こっち手話わからないから、字幕を読む。 ここは私の部屋、はい、あなたの部屋は以前夫の両親が住んでいたって、はい、もうずうずうしい字幕がここでねすごいそのまた印象が変わるんですよ、ねはい、その太子とかこの風景に対する、はいはい、そこでむしろパクさんがちょっと引いてますからういやダメだよってダメでしょダメで,ダメでしょ <laughs> そうそう これちょっとお聞きしたかったんですけどパクさんの手話で字幕が出なないい部分ってあありますすよねれはどううことんでか多分字幕が出ない場所って多分2箇所あって実は一つはパクさんを妙子がいわば NPO 職員として世話をするっていうことになって次郎がそれを見てるっていういわば立ち会ってるっていう時にあれがだんだんと次郎の方にカメラがフォーカスしていくにつれて字幕が消えるのはまあその やっぱショ何言ってるかわからないその二郎の気持ちで生きていくために一つ消したのとの、うん、あともう一つは、はい、まあこれは結構ボーナス的な感じなんですけど、うん、あの夜あのお風呂場でかむ越しに太鼓と二郎がちょっとこうなんか距離が近づいた、うん、あ違う太子とパックがク、はい、距離が近づいた後にそのパックさんがベッドで寝ながら布団で寝ながら一人手話をしてるんですね。あれはあのなんか そととさん話してていふうちら私たちって結構独り言ってあるじゃないですか一人でいるときに部屋にいて独り言があるんら一人手話ってあるのかなって聞いてみてやっぱりあるっていうまあそう寝言だってあるっていうんか寝ながらやってるっていうのが結構あるらしくて本当に言語なんだなと思うんですけど手話っていうのが多分分からい脳みその言語の方と結び付いてるんだろうなと思うんですけどその一人手話っていうのが面白くて。 じゃあちょっとパクさんが一人で部屋にいるときにちょっと一人手話っていうのをやってるっていうシーンを作ろうと思ってただまあそれはあ,のある種その字幕をもうつけなかったのはあの別に一人手話でそんなに意味のあることを言ってるってわけじゃないんだけど実はまあそのその後の韓国に残している息子のことについて息子についての思いをそこで話していてだから韓国手話が分かるとはちょっとそこでボーナス的にその後の展開が分かるっていう曲線が分かるというこ,とってるこれいいすごいお話ですねなるほどね。 でまあ、ここから次郎 VS パクさんの図式が強くなってくるんですけど、はいはい、今さっきおっしゃったその、えー、手話がの字幕が消えていくです、ねはい、あのシーンでも分かるようにターボかかってくるのはでも言ったらそのそれの会話の外に置かれて苛立つ次郎さんとあとその再燃する妙子さんのだけで、はい、パクさんいつもどりですよね。 まあそうですすねねパクさんはママイイペペーーススででねそれこそ濱口監督の寝ても覚めてもだったら同じ顔の男が出てきて日常の安定か恋愛の高揚かみたいな迫るみたいな選択があると思うんですけどももう明らかに妙子さんにとっては二郎さんという非常に一般的でイケメンの非常に上質な男性よりも。 まあ、言ったその変な男の、パクさんの方が圧倒的優位に立つっていうのは。結構火を見るより明らかっていう感じになってきますよね。で、そのパクさんが、えー。これはかなり意識的にやられてる気がするんですけれども、はい、手話で、えー。太古にしか、まあ、分かんないわけですよね。パクさんからじゃ、手話は。で、それ、その。ええー、手話という言語で出す言葉が。全くその他の。 あのほ、他の一般社会の、あの、リアリティとは全然違う。はいはい、別の世界線から言葉を送れる。これって、ちょっと、その、なんだろう。やや宗教的じゃないけども。はいはい、何か真実めいた言葉として、はい、アクサの言葉聞こえるみたいなと。はい、ところってないですか。ああ、どうでしょうね。うん、そこが、まあ、一応、今回の作品では、その手話というのも、本当に他の言語と同じような言語として扱おうっていうのもあったんですけど。うんうん、ただ。 えとそのパクさんは基本的にマイノリティなんですよね、はい、もちろんろう者であるっていうことからしてマイ,、はい、マイノリティなんですけど、うん、ことこの太子と次郎とパクそしてしさらにその慶太っていう死んでしまった子供のこの交えた関係性の中だと実はそのマジョリティの側になるっていうような多分変換構造というのがあってでその中での,そのパクの言葉というのが何か特別な意味を持って。うん つけたらその太鼓にとって響いてくるっていうのは何かあるのかなっていうのもあるんですけどでも面白いですねちょっとその今の逆にちょっとお話を聞きたいです。でだから周りはだから例えば、はいえー、このことは忘れなさいあなたは悪くないっていうただク、はい、さんはいや自分の,あのこれを背負って生きていけっていう、はい、で怒っても当然だまあ逆のことを言うわけですよね。はい で言ったときにその方がこの太古の方これ奥の方に来るっていう感覚がある。はいはい、そうですね。うん、やっぱりその太古にとってことをそのケイタの子にとって理解者が、うん、一番の理解者はパクであるっていう確信がやっぱりそこで強くなってしまう。そのチェでもうやっぱりジ郎ではなくてパクになるんですよね。やっぱり。うんうん、でしかもやっぱりその太、はい その状況の中では太古しか返さない言語っていうのは大きいなという,ふうに言いますね多分それがもう本当に多分複雑な中でそのやっぱりパクのことが分かってあげるのは自分だけなんじゃないかとか、うん、もういろんなその思いの中に複雑に絡まってくるそれこそそれも幻想かもしれないんだけどうん、うん、そ,その妙子の中でパクというのは特別な存在になるしどっかでその死んでしまったケイタとパクというのが結びついていたかもしれないしうん、うん、パクを世話するという。 声がやっぱりケアを世話をするしなくちゃいけない、自分が守らなきゃいけないっていう、もうある意味それもどっかで非常に独善的なものだと思うんですけど、はい、誰かを守らなくちゃいけないっていう思いは、そうだから太古のある種今幻想かもとおっしゃると、はい、まさに幻想がや広拡、はい、大していくっていう流れのような気がします。はいはい ちなみに太子さんが韓国に戻るという,こう、はいね、パクにまあついていくわけですけど、はい、パクさんに手紙を渡す郵便局員があそこねちょっとあそこがあそこ結構もちろんんか見,見たいとうつつきやすいので <laughs> 結構脚本的な力技なのであそこでいきなり韓国に転換するっていうのは、うん、あそこでなんかその本当にある種 なんかこう非現実的などっかの1階から現れた郵便配達みたいな <laughs> イメージで最初脚本の時のそんぐらいのイメージで書いていて <laughs> チリンチリンみたいな感じで書いていて夕暮れ時みたいな感じで書いたんだけど、うん、まあ結局そこまでの幽玄の郵便配達みたいな感じでイメージにならなくて、うん、なんか現実的なところに収まったんですけど、うん、ただやっぱりどっかで何かこう,こうちょっと得意な。 もう存在が持ってきた手紙みたいなイメージにしたくてちょっと耳がす <laughs> <laughs> あのまああのあれ二宮さんもあのオーディションに来て,来てくれてあ、そうなんですかその中で「夢を配達になれへしよう」ってったんですけどすちょっともうパッと見ても「二、ま、宮、あ、さん」って、ね、分かるだろうなっていう「うんうん、分かる」てなう分かるっていういやそう分かる人にはあの声も特徴的だし <laughs>、はい、分かる歩き方がねまたねね <laughs> なんかやたらアクセントの強い郵便局員が来たなというふうに思いましたけどね、はい、でそのまあ手紙を見て、まあ、あのそうパクさんは韓国に戻るから旅費貸してくれっていう、はい、でさっきおっしゃった妙、はい、子さんの「私がそばにいなきゃダメなの、はい、彼は弱いんだから私が守ってあげなきゃダメなの、はい、だからこれって辻君ですもんね。そそううで辻イズムがここで、はい 太鼓に出てで二郎が彼は弱くないよ珍しく正解みたいな、はい、そうですね <laughs> まあこんだけ結局あの圧倒的にその <laughs> 二郎にあのパクに太鼓を持ってかれちゃってる二郎としたら <laughs> いやどこが弱いんだよっていう感じるもなるでしょうね <laughs> そうここ、はい、この辺から本当その店長への手続きが確か始まって、はい、でも本当にその深田さんの作品のこれは特徴だと思う関係性の反転っていうのがやっぱりもう、はい 常にあって、特に今回はその反転というものがどガンガン繰り返される。で、それってやっぱりそのあの深田さんが思考する時の癖というか、やっぱりそのひっくり返してものを見てみるっていうのはある感じをします、ね。あ、でもそこはもうあんまり意識はしてないですね。うん、なんかあのどうやったら映画が面白く転がっていくだろうって考えたときに<ー>多分そうなっていくっていう。 だかもう癖な、ね、感じだと、多分確かにテクシみたいなものかもしれないです。<laughs> もでもこれは本当素晴らしいなと思います。はい、本当ちょっと違う裏返してみたらどう見えるんだろうみたいなところで映画がこうどんどん転がっていく気がするんですよね。多分基本的にちょっ考え方としてやっぱり人間、うん、人というのは関係性の中でその見え方も全部変わってくるものだと思ってるので。うん だから誰かに対してパワハラしてるとか誰かに対して優しいなんてことはよくあることですごくその部下に対して超怖い人が妻にとっては愛妻家でその奥さんはあの素晴らしい音でしたみたいなことを言ってその部下が非常にもやもやっとするみたいな音っていうのは多分よくあると思うんですよね。だからそういったことをそのちょっと引いて三人称で描いていくとある種の反転せざるを得ないっていうその物語の進行に応じてというのがあると思います。<laughs> ね、その反転が、はい まあ本当壮絶にと言いますか、はい、まあ本当に喜劇コメディーとして巻き起こるのが韓国パートあ,あはいオッパーオッパーあれはオリジナルソングですこの映画の <laughs> そうなんだシュウさんという,う歌手でうそう作曲の歌手で韓国の方が作ってくれて いや、本当に素晴らしい。あれね、本当にシングルで出したいぐらい好きだったんですけど。<laughs> いや、これ規制曲じゃない、ですか規制曲じゃないです、これは。<laughs> すごいね。ねこれがオリジナルなの。<laughs> いや、これも結構これ最後の最後で。あの、いや、もともと韓国の結婚式のシー賃金はずっとあったんですよ。<う>で、ただ、とにかく、これ韓国で撮れないので。その。韓国<う>、もう、コロナだったんで。あ、そうか、これ。場所、はどこなんですか,撮ってか。これは実際に撮影したのは、えっ、ー、と、あれは、あのー、相模原の結婚式のあ。そうですね、相模原のあたり。 韓国で、で場所を借りて撮影をして <laughs> あの最初の「車走ってところはもう振り返れば富士山が見える、うん、富士の人とので撮影をして韓国の看板を置いてやったんですけどす、ね、だからとにかく今回も韓国でオーディションもできないし、うん、その韓国にも行けないからとにかく全部日本でやらなくちゃいけないってい、うん、ところがある種の制約としてあったんですけど、うん、もう避けられない。でその中でただやっぱりその結婚式のリアリティっていうのはどう出していくかってこと、うん、最初の結婚の中でもあの。 あの展開はあったんですけど、物語の中で急になんか陽気なダンスミュージックが流れてみんなが踊り出してでタイプも踊り出しちゃうみたいなあの展開は書いてはいたんですけどそれを実際にその韓国の方に相談をしたんですよね、うん、この状況でこういったどういった音楽が流れたら踊り出すかなって話をしたらいや韓国人でもそんな結婚式でそんな大きな音楽が流れてくれるとみんな踊ったりしないよって <laughs> 言われて。で、じゃあその 有名な曲が流れたら、歌が流れたら、流れちってで、いや本当にその場で歌手が来て、歌い出す、歌ってくれるぐらいことすれば、まあ踊る、したらまあ踊るっていうのは全然あり得るけどっていう話を聞いて、あだったらじゃあ歌を作らなきゃっていうことでそのオッパーっていう。もうそのテンションに持って行きたかったってことですよね。そうですね。それであの実際に劇場で歌ってるシュウさんっていう歌手の方がその作ってくれて、いや本当に。 素晴らしい結構これ歌詞がいや本んにそれなんか年老いたその男性が自分昔を懐かしんでるような非常にノスタルジーのいい歌なんですよこれがなかなかもう僕はここはねもう文字通り度肝を抜かれたシーンで「おっぱおっぱ」でめでたい結婚式でパック嘘ついてたわけなんですけどやったらかっこいい息子でできておかげで父と20年ぶりになりました あのあそこでその大江さんあの後ろ姿なんですよねで焼けクソでも焼けクソですよねまあちょっと体揺らして始まるまあもう焼けクソっていう表現がもしかしたらしっくりくるかもしれないまあそれはね見てるとそれぞれ解釈の自由ですけどあ先ほどそのリセットということもおっしゃられましたけどまあ本当強烈な自分が見てきた信じていたものは何だったんだっていうようなものをオッパオッパでみたいなっていうシーンでであ大雨降るじゃないですかここでやっぱりルノワール あったんですよ、ね。<laughs> まあでも雨は映画の羽ですからね。もう <laughs> いろんな映画でね。ピクニックとか。あまあそう言っていただけると、<laughs> もういや公園ですとか恐縮ですとか、もうそれはそうでしたはとても恐ろしくて言えない。<laughs> えでもその例えばそのほとりのサッコがロメーメルオマージュっていうイメージ感じで言うと、はい、そのルノワール感っいうのはなくはなかった。えとねルノワールあのいや雨が降ってきてみんながうわーって走っていくるっていうのは、うん、もう。 やっぱりピクニックでもありましたし、あ,あのそういったシチュエーションが好きだというのは間違いないです。はい、あのうでただ、まあ、これはいやこれはもうただの遊びですよ、余談ですよ。 実際そういうふうには撮ってないし単に面白がっていただけなんですけどフィリーリの「八花二分の一」のラストシーンっていうのはずっとスタッフには言い続けてましたあの最後言われたら分かるまあまあでも別にそれはそこまで別にオマージュってほどそれを真似しようとしてなかったしただみんながこうわーて踊っていてでも一人残されるみたいな感じの言わイメージだから最後の方みんな去っていくっていうのもちょっとそんな感じになればこれはまあほんに別にただの。 遊作り手も言ってもらう意外にだから文脈が違うから思い浮かばなかったけど言われりゃ確かにそうですねわってあのね急にいなくなるみたいな僕はだからピクニックとか雨じゃなくて突風だから草の上の昼食とかあの感じいきなり「ベルイマン」だったらルノワールになってんだみたいないやいやまあ自分の好きな映画の記憶っていうのはどうしてもね ね、でもいやだからもうすんごい詰め込んでんだと思って戻ると。うんはい、でラストがまたね素晴らしかったですがそれこそその「見る」っていうね太鼓が、ね「はい、こっち見て」って二郎さんが「見る」はい、でラブライフ」とタイトルがあって曲が流れる、はい、これはもうかなり初期段階からあったっていうそうですねもうあの部屋のイメージとかももうかなり本当にそろそころ二23歳の時に書いた曲のイメージにかなりもうイメージ通りで,、うん、でただそこが太鼓が一人で生きることを決めて出ていくか 二郎と一人で出ていくかというのは実はその後の脚本を書いていく中で次郎と二人で出ていくっていう形に変わったんですけどそれはなぜかそれが何でなんでしょうね <laughs> そのなんか多分その太古がもう一人である種出ていくっていうのが逆に言ったらもしかしたら見え方によってはなんかポジティブすぎるというかある種女性の自立っていうところでのある種すごく腑に落ちる終わり方になってしまうなっていう。 ところもあってでもその自分自身が一人あ自分自身一人なんだなっていう、うん、孤独なんだなっていうところさえ描ければ自分は実はそれだけでも映像表現というのは十分だって思ってるところがあるんですけど、うん、でもそれでもそばにいる誰かと生きなくちゃいけないっていうだま、うん、しだまし生きたくなくちゃいけないっていうような感覚もに,、うん、にが多分ちょっと惹かれたんだと思います、うん、それは脚本を直していくうちに。そこはじゃあその明確にこうだっていうよりは、はいはい、どっか深田さんの感覚 そうですね。だからまああの二人がこの後うまく浮かむ浮かないかも全然決めてないですし、自分の中ではもしかしたらもう結局別れちゃうかもしれないし。そうだな。でも僕やっぱこのラストの余韻がすごく好きで、カメラがの部屋ベランダ外へとパンしていて、あの外は楽夫二人がちょっと見えですよね。そうですね。あのあの映画映画本当に綺麗で、ありがとうございます。曲も流れますしね。あ、まあそこでもう曲を流すために。 この映画を20年間作りなんと、うん、にまあねいろんなところで言ってますけどこの映画のための主題歌として柳岡さんの「ラブライフ」があるんじゃなくて柳岡さんの「ラブライフ」をいかにいい感じに映画館で響かせるかそのために映画があるっていうぐらいの思ってるんでもうあのラストシーンやり続けてやりたかった、ね、その前に「おっパおっとそうなんですよね <laughs> オッパ」って変なノッキングじゃないかなと思ったんですけどいい感じに意外と、まあ、住み分けてくれたなっていう <laughs>。 ちなみにあのずっと窓辺にあの次吊り下げてる CD はあれララブブイなんですか？あいや違いますあれは違うもんあれはなんか英会話かなんかの CD ですすみませんさすがにあそこでちょっと音楽の CD を吊るすのは助すがにちょっとそれは申し訳ないっていうあの見タイトル見えないから想像あいちゃいますよねだから英会話のあのなるべくむしろ音楽と関係ないよにしようっていうことでお願いしました美術の時には。 では、ここから、えー、映画ジャーナリスト、ジョッコウシンさんにも加わっていただきまして。はい、ちょっと映画祭絡みのお話をしたいと思います。はい、ジョさんです。<あ>はい、どうもお願いします。<laughs> おなじみの。 ねまずあのラブライフベネチア国際映画祭コンペティションにまあ出品されたわけですよ。すみません。はい。いや僕はもうあの受賞すると思ってたんですよ。いや受賞式を生で見ました。いやそうですね。いやなんかねいろんなまあこれ映画祭あれあるあるですけど特にコンペに入ったらあるあるだけどいや道行く人にいろんな人に言われて煽られてがっかりがっかりするっていうねなんいやいやもういやまあまあ賞なん賞は本当にまあ運のタイミングだと思うんでそれは申し訳ないっていうまあ。 今回比較的上映してまあこれも残酷な話でそんなねそんな順位つけなくてもと思うんですけどいわゆる各メディアの星取り表みたいなのが出るんですけどそれが結構悪くなかったって思ってそれでなんかにわかに何か上映した次の日あたりから会う記者の人とかからなんか「いや深田さんちょっといけるんじゃないですか」みたいなこと「えどういうことですか?」って言ったら「ホストり評が」みたいな感じでで、そうやってまたなんか「いやいやいやそんなことないですよ」みたいなこと言いながらまあなんかこうね 嫌なもんですね。<laughs> いや、本当でも、おっす時間で、二十三作品出て。あの、まあ、点数ちょっと七番目だ。そうですね。これはもう、僕も。行くんじゃないって思ってたんですよ。ねいや、でも、そこら辺はね、なかなか、今、自分自身も映画祭の審査員を。結構、まあ、やることも多くて、あれ、あれでも、町内会の持ち回りみたいなものだと思って。あの、来たら、一応お受けすることにはしてるんですけど、まあ、やっぱり、なかなか。 逆にだからこそ映画祭の良さっていうのはあると思っていて、うん、その本当に本来は評価っていう評価なんて難しいものですよね曖昧なもの、うん、芸術文化なんて、はい、それをやっぱりそのなんだろう市場の原理だけでの評価を譲られてしまうと、うん、本当にその表現の多様性っていうのは当然、うん、育たなくなってしまうのでだからもう映画祭って私不完全な曖昧なものを不完全な人間が評価することによって、うん、そのある種芸術性みたいなものをこう押し出してきたっていうところがあるから、うん、まあ当然。 新社員のメンバーが変われば当然受賞するものも変わるしって、まあ今自分がい言ってもなんか岩木っぽい感じになっちゃう辛いところであるんですけど、作品本当に素晴らしいですね。ジョーさんはいかがでしたかこのラブライフベネチアの流れ？そうですねあのベネチア国際映画祭の時は常にあのまあ前方に行った友達とかも含めてずっとどういった感じなのかいろいろ聞いてて、まあラブライフ自体はあの福原監督も現地にいるからあのなんか7位っていうところもあのまあ3もたくさんあって、日も それなりで出ているっていう感じですけど、ただ私の周りの中華圏、あるいは韓国の友達からいろいろ話聞いてると、はい、アジア系の評論家とか映画関係者は絶賛の声がやっぱり多いっていう、はいはい、それはちょっと韓国の配給が決まってるんで、はい、ちょっと期待したいなそうです、ねあの。なんか私もこの作品を見てなんかいろいろ共感できる部分もありまして、はいはい、特に。 あの韓国という設定が、はい、まあ中国出身ということもあるので森さんもさっき話したように「新入社シリーズ」っていうところで,、はい、で一番やっぱりあの笑っちゃったシーンはラストの時は、はい、あの結婚会場に行ったじゃないですか。元奥さんが あれは日本ではありえない,い<や> <laughs> あれがやっぱり自分が日本で脚本書いている時はもうちょっと穏やかな災害だったんですよ。はいはい、でそれをあの、まあ、今回韓国のシーンが出てくるってことで、うん、あの知り合いの韓国人の人とかかなりいろんな人に脚本を読んでもらって、はいうん、特に韓国人の女性から口を揃えて「いやこんな穏やかな」 対応あり得ない <laughs> そんな蹴飛ばすぐらいしないとリアリティないよって私だったら蹴飛ばすみたいなこと言われて、ね、ああ分かりましたってそういう距離感のもの、はいまあ、日本と中国と韓国の文化が近い部分はすごく多いんですけど、はいはい、実はあのなん,てかなんていうかねちち近いけど遠い部分が、はい、この作品を見ていろいろ共感できる部分があるので、はいうん、だからまあアジア的な評価が高かったなと思いつつ。 でもなんかもう本当にさっき深田監督おっしゃるようにほ、はい、んとに3映画祭に行くといろいろございましてもう審査員のコンも含めてどういう結果になるかも完全分からない、まあはい、っていうこともあるのですよ、ね、まあそれは、まあはい、でまあ自分初参加で、うん、まあ初めてそれでバッと振らせてもらったっていうような気持ちもあるんで全然そんなあのもう受賞を取ればラッキーぐらいの感じではあったんですけどなんか途中のねなんか妙に。 こう煽られたっていうところが、あの、なんか、こう、あったんですけど、うん、まあ、それは全然。はい、今までは、深田監督は、どっちかというと、まあ、カンヌ国際映画祭を中心に、いろいろ、あの、作品を出したりをしてるんですけど。はい、今回、ベネチアに参加する、まあ、背景っていうのは、うん、ぜ、は、ひ、い、その辺も、お聞きしたい。まあ、映画祭の色も、まあ、いわばそれ違うっていう部分もあるので、はいはい、いかがでしょうか。まあ、これ、ちょっと、どこまで話せるかなっていうのはあるんですけど、はい、一応、カンヌ映画祭に、カンヌとベネチア、どっちにするかっていう話になった時に。はい、実は、その。 カンヌがもう、えー、とかなり早い段階でベネチアの方では見せていて、うん、やりたいって言ってもらえていたので,、うん、でそれであとはもうどっちが熱量高くこの映画を求めてくれるかっていうところで、うんまあ、ベネチアあと公開時期が9月だったんで、うん、なんかそのタイミングもいいんじゃないかっていうと思ってたら、まあ、結構大変だったんですけどそのタイミングに関してはタイミングいいかと思ったらやっぱりプレミアまでは誰にも見せれないっていう、うん、制約の中でなかなか宣伝部ではちょっと苦労かけちゃったなっていうのがあったんですけどそうでしたね。 あのいわば宣伝時期とかもそれ以外もやっぱり映画祭の色も違うので、はい、ある種、まあ、欧米の監督はかなりやっぱり自分が行きたい映画祭とか言い,言い方失礼いかもしれないですけど、はい、あの選ぶ方もいますし、はいはい、これだけを、ねね、目指って頑張っていくという方もいると思うんですけど深田監督は特になんかそうういいやそこまでもそんなまだ選べるほどの立場ではないので、うん、逆に選んでもらったところから良きところにするっていう感じで。うん 一応カンヌの方も実は全く脈がなかったわけじゃないんですけどもうかなりのせめぎ合いの中でもベネチアにするかカンヌにするかってベネチアになったんですけどただ本当にそこに関してはもう選べるような立場ではないんでただベネチアは自分として過去にすごく好きな作品が多いのでそういった意味では単純に嬉しいっていうのはあったんですけど行ったことないですし。近年カンヌ国際映映画画祭はアアジへの受受賞賞がが増え はいはい、アジア映画はすごく注目されているんです、はいはい、一方ベネチア国際映画祭は確かに20年前に特にアジア映画がすごく注目されていて最近は割と落ち着いている、はい、今年のコンペティション部門もあのイランのハナシ監督以外はアジア映画がないっていう、はい、深田監督とそ,、ねはい、その辺もいかがですか、ね、現地に行って深田監督は。 キルフさんと砂田篤さんも入ってやっぱりアジアの一軍がちょっと目立ってたなって感じはありますねそのやっぱり周りにやっぱり欧米系の人が中心なのでやっぱりそれはその後トロント国際映画祭に移動したらもうはっきりと明確でやっぱりそのトロントってまあそもそもやっぱり移民の国だからものすごい本当にその多様性の塊みたいなあの場所に比べるとやっぱりベネチアは本当に非常にやっぱりヨーロッパの映画祭だなっていう感じはすごく強かったですねなんか。 いろんなヨーロッパの映画祭も回っていると思うんですけどイーデンの作品も「カンヌ国際映画祭」でいったら今回はフンシャル国際映画祭なんですけど今、まあ、全世界もあの、まあ、去年「ドライブ・マイ・カー」のこともあるんですけど全体的に、まあまあ、世界の映画界っていうかえヨーロッパの映画祭とかも含めてヨーロッパの映画祭におけるアジア映画の、まあまあ、影響力っていうかどういった感じでそういうまあ どういう位置にいるのかって含めて、どなんか世界の映画人との交流っていうか、まあどちらかというとやっぱり三大映画祭は、はい、いわば西洋の映画祭っていう言い方が、はい、まああるっていう言葉あるんですけど、はい、でも今どんどんやっぱりあのアジアの要素、これからもしかしたらアフリカの要素も入るかもしれないですけど、はいはい、どういった感じでしょうか。でも一定数の存在感というのはそれこそ本当に黒澤明とか溝、はい、口健シケンの時代からあったと思うんですけど、うん、あの。 えとやっぱりもちろんアジア映画はその日本の映画に限らず観光映画とか特に、ねまあ、去年は浜口さんもあったしやっぱり小林さんもやっぱりコンスタントに作品を発表を続ぎていてあの一定の存在感はあると思うんですけどただあくまでやっぱりヨーロッパの映画祭はヨーロッパの映画祭なのでそもそも多分そのセレクションの中の,その何割かはヨーロッパの中から選ばせゃいけないというルールもあるはずなんであの,アジアの映画のの存在感というのは一定その中で本当に浜口さんとかすごい大きな成果を出していてすごいなと思うんですけど。 あの何だろうえっ、ー、と多分ヨーロッパのちょっと映画祭についてどういうふうに説明していけばいいかなと思うんだけどあの本当に映画祭というのはすごく自分は重要だと思っていて多様性の多様性のための重要な入り口だと思っているんですねえっ、ー、とまあ映画祭っていうとやっぱりやっぱり視覚的に目立つのはそのレッドカーペットがあってそこに非常にそのキラビヤかなあの映画スターだったり業界関係者がこう歩いてるっていうのが映画祭のある種 代表的なイメージだと思うんですけどそれと本当に氷山の一角でしかなくてやっぱり一番重要な映画祭で重要なのはそれは見本市であるっていう、うん、市場であるっていうことだと思っていて一番、うんまあ、はまあ,あの自分はよく言う例だけど魚市場うん、うん、でその魚市場に行けばもう取れたてのる魚が並んでいてでそこにあの魚,屋魚屋さんだったりそのお寿司屋さんだったりイタリアンだったりその魚を釣張する人がみんな集まって自分の店にあった魚を探して買っていくっていう。映画祭も基本的にはそれと同じで やっぱりそこが見本市でありそこには作りたての新鮮な、えー、と映画だったりまだこれがら作られる前の脚本企画だったりとか集まっていてその世界中からプロデューサーだったりとかその配給会社であったりとかあるいはその映画祭の関係者キュレーターだったりが集まって自分の国自分の店にあった映画を探している場であるっていう。 あのやっぱりヨーロッパの映画祭だからそのアジア映画に開かれてる門戸ってやっぱり狭いんだけど狭いんだけどやっぱり確実にあるんですよね。うん、でそのそもそもチャンダ映画祭みたいなものの、まあ、発展したい歴史っていろんな理由があると思うんですけど、うん、やっぱり一つはそのハリウッドのグローバリズムに対する一つのカウンターだと思っていて、うん、そのどうしても映画っていうのはその他の表現芸術と比べても表現分野と比べてもものすごいお金がかかる分野なので、うん、その経済まあ本当に1億円2億円 10億円とか平気でかかででってしまう表現分野なのでやっぱり放っておくくと市場の原理が圧倒的に強くなるんですよねやっぱり市場できちんとたくさんのお客さんを集客して稼げるものというのがやっぱり作りやすいし逆にそういったものが市場の中で市場のトータルの中で生き残っていくっていうでもこれが芸術分野って考えると必ずしもその同時代的な経済的な評価というのが作品の評価とは必ずしもイコールではないししかもその商業性の高いものと商業性の低いものがやっぱりきちんとどう共存できるかっていうのが大事なわけで。 そういった時にやっぱり映画祭はその市場の原理とはまた別のところで審査員という形でその評価をして見本市にプログラマーが作品を並べて今回「そのラブライフを選んでもらえたようにその見本市に並べてもらえてまあ時には賞を取ってさらに後押しされるっていう状況にもなるけどでもまあ これは賞を,を取るっていうのも一つの大きな栄誉だしそれによって作品がお知らせされるんだけどそもそもその文様値に並べてもらえるっていうやっぱりヨーロッパっていう文化の中でやっぱりアジアってマイノリティなんですよねヨーロッパの社会においてそのマイノリティの作品がそこに並んで見本市に並んでそこによって多くの,そのメディアに対して見られる観客に見られるあるいはそのいろんなそのバイヤーに見られるっていうこと自体がやっぱり作品にとっては後押しされるんですよね。 今回の「ラブライフ」についても、まあ、幸いにも比較的良いレビューが出たのであのアジア圏もそうだしそのまずベネチア映画祭に決まったという時点でやっぱりイタリア実はイタリア公開が日本公開と同時なんですね9月9日に日本とイタリアで同時公開になっていてそれはやっぱりイタリアの配給会社がやっぱり早い段階でこの作品を買い付けてくれてしかも映画祭で上映が出てやっぱり比較的良いレビューが。 出たたことによってイタリアの公開規模が拡大したんです、ねうん、そのもう賞の結果が出る前の,前の段階であの公開規模がかなり広がってやっぱりそれもやっぱり映画祭という見本一にラブライフを並べてもらえたからやっぱりそういった現象が起きるっていうことであとやっぱり各国の成立も非常に今好調なのでラブライフはまあそういった意味では本当にベネチア映画祭に出品したってことはラブライフにとってすごく大きなメリットになったんですけどでもそれも。 やっぱりそのヨーロッパのヨーロッパやっぱりマイノリティである、うん、ほっといたらやっぱり全然その出ていけないようなアジア映画がその市場の原理とは全く別の論理で日本一並べてもらえるからできることだと思うんですけどただ逆に言ったらやっぱりヨーロッパの映画祭というのは圧倒的に強い権威であるっていうその芸術表現にとって映画という歴史も含めてそこはやっぱり今後やっぱり本当はアジアはアジアでアジアの映画祭が同じように。 あのアジアからの価値観っていうのを発信できるようになるとこっちはいいですよね,、うん、っすねやっぱり、うんはい、やっぱりアジアの映画祭やっぱり基本的にはやっぱり三大映画祭ヨーロッパの映画祭の権威っていうのはものすごく強いから、うん、例えばそのアジアの映画祭であっても新社員を見てみたらヨーロッパの映画祭から呼ばれているとか、うん、ヨーロッパが呼ばれてるっていうのはすごくよくあることで、うん、やっぱりそういったことは本当はさらに次の意味での多様性という意味では変えていかなくてはいけないと思うんだけどでも少なくともヨーロッパという社会に,と社会にアジアのっていうマイノリティの、うん。 その表現、うん、マイノリティの価値観というが出ていくのに重要な役割を果たしていると思います。うん、映画祭は。でもそのアジアからのその国際、うん、重要な国際映画祭のあの。 立ち上がりっていうのは前、ジョさんもちょっとおっしゃってましたね,、はいね。ジャジャンクがやっているあの映画祭やはりどうしてもやっぱりアジア、まあ、いわばそういうヨーロッパがマジョリティ、あのアジアがマイノリティという今、福田監督が話している、はい、今、ヨーロッパ三大映画祭、歴史があり権威があり、まあ、ずっと続けてきた、まあ、そういうずっとやっぱり本当に素晴らしい映画祭と同時に、はい、今もう本当にアジア映画界はあのもちろん日本、中国、韓国とかあと東南アジアいろんな新映画監督が出てきて、うん、じゃ我々の いわばホームというか、うん、あこういう見本市がもしあればもっとそういう映画人の交流もできますしいろんな面白いものができるはずなので,、はい、でアジアも各国によって全然文化が違うから、はい、そこからのコラボレーションとかも含めて、はい、なんか新しい可能性が全然できるじゃないかなっていうのが、うんはい、今ちょっとアジアはこれからあの目指す一つの大きな目標じゃないかなと、ねうん、そうですねやっいまあ 三大画祭にしてもそうだし三大画祭に限ってたえばロッテルダム映画祭とかものすごくいい映画祭で、はい、あの作品上映本数も多いしアジアからもたくさんあそこに選ばれますし、うん、やっぱりまあ多分場所的にヨーロッパから来やすいっていうのもあると思うんですけど、はい、ロッテルダムが、うん、本当にあのなんだろうこうヨーロッパである種国の機能を超えて、うん、ある種そこに本当にその交流が生まれてるっていう、はい、人の流れ作品の流れができてるっていうのは感じるんですけどやっぱりそこら辺、うん アアジアがまあちょっと東アジアの政治的な問題とか含めてそ,な,ですかそうなかなか本当は東アジアとか東南アジアとかがある種こう連携をしてアジアからの価値観というものアジアがある種そのこうなんだろうアジアのオリジナリティのにある価値観みたいなものをちゃんと打ち出していくってことができるとなお本当に。 社会は活発になくんんだろうなうと思ですけどヨーロッパもアジアも、はい、本当におっしゃるとおりで,す、はい、でもそういう話をよよくすするんで若い監督でも狙うのはヨーロッパの映画祭じゃないですか、はいはい、そこちょっとなんか、まあ、ある意味ちょっと悲しい部分もありますし、はい、アジアでは絶対できるのにっていうところがやっぱり外部の原因がなかなかうまくいかないっていう。 これはすごく惜しいです、ねはい、ただもう一つの,そのまあ今現状っていうところでいうと今まあこの番組にもいろんな監督さん来ていただけますけどもやっぱりそのヨーロッパの,そのまあ有名な映画祭国際映画祭にこう届けるその距離感のリアリティを持ってる監督さんってかなり少ないっていうようなイメージもあります、うんはい、その辺っていかがですかこの深田さんとかはもうそこはもうほんとリアリティを持ってあのヨーロッパの映画祭に乗り込んでいくっていうようなところは あると思うんですけどもその辺の意識に関しては例えば作品作りについてもそれってちょっと変わったところってありますか、はいえー、とどうします意識に関して言ったらやっぱりここに10年間でかなり増えてきたんじゃないかなと思います若手監督の中でもやっぱり現実的に映画祭に出して見せていくっていうことが自分の映画を持続して作り続けるために一つのなんかこう方法論になりえるっていうそれが彼女しも全部正解なわけではないんですけど。うん なり得るってててことは多分現実的に見えてきて自分自身もあの初めて行った映画祭はまさにこれもイタリアなんですけど2008年の「東京国人間ーキという映画でローマ国際映画祭に選んでもらって、はい、でその時には本当にもう物流山で行って、うん、もう右目立たれからないまま「おこれが映画祭か」って感じだったんだけど、うん、やっぱりその後その、うん、えと艦隊が海外の映画祭に行ってでその後ホほとの作国」がやっぱりなんと三大陸映画祭で,、うん、で上映されたことによってフランスの配給が決まって、うん、やっぱりそこで。 やっぱりその廃墟を決まったっても大きいですよね、海外でも。そこで初めてその自分の映画を見たいと思ってくれる人は日本だけではないっていう、うんうん、日本に住んでる人だけじゃなくて、いや、どこにでもいるんだっていう、うん、でそこに対しては別に優劣は何もなくて、うん、だったらその、やっぱりその方が自分の映画を見たいと思ってくれる、待ってくれる人が増えれば増えるほど、やっぱり映画はどうしても一人でコツコツと、ねうん、あの F でを握れば撮れるってものでなくて、やっスをお金がかかるので、やっぱりその映画つ作りやすくなっていきますよね。そういいったこととがやっぱり若い人もだんだんん浸透してるは、うん あのー、感じていますでもそのなんだろう浸透はしてはいるんだけどそのやり方がまだなんかぼやっとしてるとこ多いよねと。とにかくカンヌー狙いましょうみたいな、うん、そういう大きな概念だけでなんか、うんはい、あの具体性が、はい、具体的な戦略としてはあまり立ててないっていう印象がすごく強いですね。 ももうとくていいかとすするる教育の問題もあると思いますあ、はい、映画学校でちゃんとそういうことを教えていないんじゃないかなっていう、うん、まあわかんない,いあのもしかしたら教えてるってこところも出始めてるかもしれないんですけど、うん、自分が聞いてる限りはとにかく映画美学校では教わらな,なかったですし <laughs> 今最近の若い人に聞いても全然そんなことを教えてもらえてないっていうまあ多いのでこれがやっぱりすごく印象的だったのが、うん、その台,台湾の台北ゴールデンホース映画祭に読、うんはい、んでもらってそれは横顔って作品だったんですけど、はい、まあ行った時に。 まあアテンドでまあ日本語がちょっとできる、うん、あの向こうの映画あの国立台湾台北の国立映画大学の,あの学生さんが多分雇われてアテンドでついてくれたんですね。自分その外国でのの映画の制作の 状況を聞くの趣味にしてるんでもうばかりに質問したんですの台湾は助成金どうなってるのとか、映画作る時にどんなくらい予算があって、どんくらいの期間で作ったりするのかっていろいろ聞いたんですけど、ふと考えてみたら、そのことまだ本当に二十歳ぐらいの学生さんなんですね、3年生だって言ってたんですけど、日本の映画学校の学生さん、二十歳前後の学生さんに助成金どうなってるのとか、撮影保険どうなってるのとか聞いても、多分答えられない、ほとんどみんなほとんど答えられないはずです。自分も絶対答えなかったし あしまったこんなことをこんな学生さんにバーって聞くのって逆にわちょっと悪いことしちゃったなと思ったらもう全部答えれるんですいわば助成金はその映画の制作予算大体こんぐらいが必要で<ー>その若若学生の新人でも必要でで半分は政府からの助成金出るんだけど、うん、でも制作予算の半分までしか認められてないから残り半分は映画祭からの その助成金だったりとか賞金とかを集めて映画を作ります。はい、で撮影権は必ず学生なども入りますみたいな話を全部説明できてちゃんとでそれは全部学校で教わってますっていう話でで,でやっぱりその映画をどうやって作っていくかってやっぱり海外の映画祭に行くとある程度のそのそれがすべてではないけどフォーマットって見えてくるんですよね。なるほど。そのやっぱり自分と同世代の映画祭映画監督三十代の監督とかやっぱり映画祭に行 でその映画祭で認められたらその時にちゃんと企画書とか自分の作りたい映画を持っていって、うん、そこでプロデューサーとかとつながって見つけていって作っていくっていう、うん、それこそやっぱり短編映画から始めて、うん、あのステップアップしていくっていう、うん、今日本多分「プラン n 7 5監督さんが非常にきちんとその道をたどって評価を勝ち得てると思うんですけどでもそういったことがヨーロッパ海外で当たり前ででも日本だとやっぱりそういったことも教えてもらえないし、うん、あと例えばそのあの 海外にやっぱり映画祭とかその助成金っていうのは基本的には多様性のためにあるんで,そ,で、ね、その商業的にうまくいきそうなものに助成金が出るんじゃなくて、うん、やっぱりそ作家性の強いものだったりとか、うん、あるいは必ずしもお金が集めづらいそうなものに助成金が、うん、出るんですね。うん、あのでそうなるとやっぱり新人監督っていうのはやっぱり無名知名度もないし本人に実績も薄いわけだから本来だったらお金集めづらい。 だからこそ、新人監督に対する助成金というのは、やっぱり充実してるんですよね、フランスの SNS への助成金とかも、やっぱり新人部門というのは存在するし、ただロッテでも国際映画祭のコンペティションも新人、新人、新人、いろいろとその辺も、なんかちょっと、なんか、ちゃんと教えていないそうな、そこが本当に結構大きな問題だと思っていて、じゃあ、新人の基準って何なのって言ったら、年齢じゃないんですよね、年齢じゃなくて、長編映画の本数なんですよ、発表している。 で決まっていてい、うん、でも日本の場合はすごく低予算で日本の場合はやっぱり非常に、まあ、あの低予算でも映画作ってしまとうと特殊事情があるので,、うん、でそれを作って国際型にガンガン出していく、うん、で気が付くとまだ30歳前後なんだけど、うん、新人枠に入れてもらえないかったってるそうそう、ね、っていうことが実は結構あったりして新人入,る入らないといきなりそういうコンペに入るのがかなり難しいというところもあるので。 いわば戦略っていうか教育と戦略両方がとても重要な部分盲目的にやると損を受けたのは多分自分だけになってしまうだから教育ですねだからそうそこを本当にちゃんと映画学校や美大芸大でやっぱり教えていくべきだと思うやっぱり作家自身でもそれを教育っていうのが今届いてないんだとしたら自主的に覚えるしかない知るしかないというがそれ今ちょっと難しいそのなんか 国際映画祭ってことは言うんだけどなんかぼやっとしてるっていう現状になってきてるのかなというふうには思います、はいはい、で一方であの作品の質としても僕その深田監督はあの海外映画祭にこう出していくことで鍛えられてきた部分がたくさんあるんじゃないかっていうふうに見ていてど,どうなんでしょうね、うん、いや一応あの海外例えばその映画を作る時に、うん、例えばフランスの人とかは意識するのかって言われたら、うん、一応答えとしては意識はしてない。うんあの 基本的には自分が本当に自分自身が最初の客観客だと思って自分自身が面白いものと思うものを作ろうとしているので日本人に向けたとか外国人に向けてっいは全くないんですけどただこれは比較的自分がたまたま運が良かったところであるんですけど海外の時に求めるのはやっぱり作家性っていうのは強くてそのなんでこの作り手はこれを作る。 物語この映画を作りたいと思ってるのかっていうことを監督自身が説明できるかどうかっていうのは実は結構大きいんですね、はい、特に企画が進むかどうかにおいて、はい、まあ自分の作品でいうと「縁に立つ」っていう作品がその企画段階で結構海外の,あのフランスのワールドセースの会社が入ってくれたんですね、うん、まあそれはそのシバドモンドっていう助成金にその脚本段階で取ったっていうのも後押しになって入ってくれたんですけどその,あのそのワールドセースの担当の人に、まあ、なんでこんな無名の,その日本人の。 監督のえっ、ー、と作品をそのいわば座組に入ってくれたのかってことを聞いてみたら、うん、いくつか理由を挙げてくれて、うん、まあ一応脚本が気に入ったからとか幸運、うんまあ、だったのは「ほとりの作法」っていう作品がもうフランスで公開されていたのでうん、うん、やっぱその作品を見ていてくれていたっていうこととか、うん、まあいくつかあったんだけどその信頼するプロデューサーが紹介してくれたとかあったんだけど、うん、一番最後にでもこれが一番重要だって言って,言っていたのが監督ステートメントが気に入ったからだっていうのがあったんですね。つまりその これ日本だとほとんどこういう習慣ないんですけど海外だと当たり前のようにあるのが企画書には必ずディレクターズ・ステートメントっていう、うん、監督自身がなんんででこのの作作品ををりたいいいかっていう思いを書く項目があるんですねそこで、まあ、不思議たちの場合は、まあ、自分にとっての,その家族とは何,何なのかっていう、うん、でその今一般的によく世にある家族映画に家族にドラマに対する不満みたいなものをぶちまけるような、うんうん、ステートメントを書いて送っ <laughs>、うん、まあそれが一応気に入ったって言ってくれていて。うん それってやっぱり自分の作品を何で作りたいのかっていうことを言,、うん、言語化するっていうことっていうのは結構海外で。 映画を作っていく上ではすごく重要なんだなっていうことは感じてます。だからその福山監督の作品を見ていくと、例えば本当そのさようならだとかどんどんその、はい、ええー、そうええー、作家性と時代性の輪郭がはっきりしてくるようなところがあって、ラブライフもそれはもう本当そうだと思います。はいはい、その23歳の時の構想なんだけども、はい、どう見ても今の映画であるっていう。そこはもうそう自分自身にとってはもう逆にそこまではコントロールできないので、うん、もう自分自身が作るものが今の時代にとっても 普遍的なものとして受け入れてもらえるといいなと願いながら作っているところではあるんですけど例えばジャーナリストや批評家にそういうことは聞かれるわけですよね、はい、でその時にこの映画なぜ今作ったのか、はい、これはこういう理由である、はい、で私はこういうことをしたいその作家制度時代性の説明はしなきゃいけないっていうわけですもん、まあ、それは、ね、向き向きあると思うから、うん、なかなかねこうじゃないといけないっていうのは言えないところなんですけど、うん、でもある程度はやっぱりその作り手の その世界観が問われてる手作が問われるものだと思ってるので、うんうん、ある程度原稿ができた方がいいと思うし、うん、まあそれは全部作品に込まられていると言ってしまえばそうなのかもしれないんですけど、うんうん、まあ本当に巨匠になったらそれで許されるかもしれないんだけど本当に <laughs> あのやっぱりある程度はね原稿ができた方が いいいとは思うなとは思思うなますで,でもそもそもそれも作品にそういったものがちゃんと込められてないと話せないっていうそもそも論もあるじゃないですかだからやっぱりそこで強度が上がってきてるっていう感じはすごくしますけど、まあ、でも結局あの作品作りというのは自分にはこういうふうに世界が見えてるてことのフィードバックだと思っていて、うんうん、でそれをフィードバックすることによってで,でもう作ってしまった作品っていうのは自分はよく親と子の関係に例えるんですけど。うん 結局親と子の関係というのはつまり自分がおお親だからこの先をコントロールしてるんだという意味ではなくてうん、うん、結局一番身近にいる他人でしかないと思っていてうんうんだから別に親とか子どものこと全部分かってるかって言ったら全然分かってないわけじゃないですかだからそれと同じようにやっぱり身近に一番身近にいる他人でしかないだからまあ自分はこういうふうに思ってるけどうん、うん、でもその子どもの友達が。 この自分の子供のことをいろんなこういう子だよってこういうやつだよって言ってそんな一面があるんだよみたいなことはやっぱり発見あるわけですよ。でやっぱりそことまあ,あのそれは辛いというかもあるんですけど、うん、あの必ずしもそれこそみんながみんな褒めてくれるわけじゃない作品っていうのは。でもそこで向き合っていく中でなんか自分の中での,その作家性みたいなものをきちんと過去やっぱりブレずに向き合っていくっていうのはうん、うん、まあそれが必要かどうかっていうのはちょっと自分の癖がわからかないんですけど。うんうん 海外にやっていくとどうして向き合えるもえええなくなってくるっていう感じですね。いやでも本当に素晴らしい姿勢って思いますね。やっつらいですけどね、えーはい。疲れますけどね。毎回 <laughs> いや本当にもう疲れますもっともっと気楽に作りたいもんだと思うんですけど。 でもそれこ濱口さん三宅さんとかとはそういう話っては映画祭のついてあ,あ,、まあどうでしょうね、うん、意外と会うと、濱、まあ、口さんとは、ね、ミニシアテード一緒にやってるってこともあって、うん、やっぱりこういったことを話す機会っていうのはもともとあるし、もともと濱口さんと最初に会ったのはそのパリシネマっていう、うん、2010年にパリシネマとて映画祭であのおなたが出品していてっていうところから始まって、うん、まあやっぱり映画監督って大体映画祭で出会うケースがめちゃくちゃ多いので <laughs>、うん、<laughs> やっぱり普段会わないようです。 えっとその時は確かパッションか永遠に決め合わせつかなあそうか確か自分が東京人間経営とか艦隊とか持って行っていた頃ではいじゃあもうそこからのお付き合いという感じで2人して映写トラブルで上位できないっていう意味にあってそういうことがあったんか妙な連帯感がみたいなそう当時にでも映画館はほんに出会いの場でもありますねいろんな人と出会えますしそうですねやっぱりそれがすごく重要ですよねやっぱり じゃあちょっとその最後にその辺も含めてちょっと今後今考えていることとかちょっとお聞きしてもいいですか、うん、深田監督は。いやーでも今後考えていることはいや基本的には自分どうやったらコツコツ自分の作りたいものを作り続けていけるかっていうことでしかないと思っているので。うんうんうん あのまあラブライフのお客さん入ってほしいなっていうことが今まさに考えていることですけどでもやっぱりその国内工業とかもまあ当たり前ですけども、はい、いちいちやっぱり国内工業はやっぱり重要ですよやっぱり、うん、あのもちろんそれだけではないんですけど、うん、あの映画を作りすぎるということは、うん、でもそういったもう映画作りは本当にパッチワークなので、うん、その予算にしてもそれいわゆるビジネスとしての予算といわゆるその公的な助成金と、うんうん、あるいはその 企業かからの寄付とか、うん、そういったもののにパッチワークで映画作りがなされていって、うん、もう100%助成金だけで作れるってことはないので、うん、特に日本に住んでると、うん、特に日本に住んでるとないのでそれで、ね、海外にしたって100%助成金だけで作ってる映画ってのは本当に多分ほとんどなくて、うん、やっぱりパッチワークで助成金の割合が多いかどうかの違いなんだけど、うん、でもやっぱりそのちゃんと工業での工業での,そのビジネスとしてのお金を集めてっていうところもまあ重要な一枚なので、うん、やっぱそれはやっぱ。 お客さんが入ってくれた方が次の映画は確実に作りやすくなるし、うん、場合によってはもう本当に作れなくなるっていう可能性だから本当にこの「ラブライフ」という作品が自分にとって最後の作品になるっていう可能性はもう全然あるっていうような思いですねなじゃあまずはお客に入っていただきたい,という、はいまあ、たくさんの人に見てほしいなと思っていただきたいなと思っています、はい、でもちょっと本当、はい、今後ももちろんですけどもずっと期待しておりますので、はい、あすみません何、はい、とかあのもう知らないように頑張ります <laughs> <laughs> ではまたちょっと、あの、お話しさせていただければ嬉しく思います。はい、はいはい、じゃあ、今回はこの辺でということで、はい、えどうも。ありがとうございました。深田幸司監督です、はい。すいません、ありがとうございます。いただきましありがとうございます。はい、ありがとうございます。